はい、皆さんこんばんは、川崎水です。本日は7月の16日の土曜日、ただいまの時間は夜の22時15分となっております。皆さんこんばんは。土曜日の夜ですね。本日はいかがお過ごしだったでしょうか。私はもう月曜日から金曜日までがしんどすぎてですね、土曜日は大半死んだように眠っているんですけれども、今日は朝歯医者さんがあったので、ちょっと変則的な一日になりました。朝10時に歯医者さんに行って、帰ってきて、また寝てからコンサルして、今に至るという感じですね。皆さんは今日はお休みだったでしょうか？素敵な一日が過ごせましたか？今週はね、3連休なので、明日、明後日もありますから、ゆっくりお休みできるといいですね。私、久しぶりに、明日も明後日もコンサルの案件がなくてですね、だから結構 VTuber の活動の方に時間回せるなと思っていて、すごく嬉しいです。結構やることは盛りだくさんあって、やっぱ VTuber の活動って時間かけようと思ったらいくらでもかけれちゃうから、明日、明後日はガッと、ガリッと、お時間かけて楽しい企画とか素敵なお話がね進められるといいなと思っています。ということで、今日もお名前読みをやっていきましょう。じゃない、まず英語いきますか。 Thank you for coming everyone. Today is 16th July, Saturday, 22 o'clock 15 minutes. How was your day? Today is Saturday, so I got holiday today. How about youDid you get good holiday today? I went to dental clinic today. 10 o'clock a.m. I go back my home and sleep again and do consulting. Consult. Consult するってなんて言うんだろう? I did consulting for other VTuber and ate dinner and now. So I hopeI sold かな? I'm thinking about you got lucky day today. Anyway, today, this is small talking stream. So let's talk with me if you want. ということで、お名前を読んでいこうかなと思います。ブレッドペンシルさん、ジェファーソン・ビアージドールさん、タクちゃん、ランニーちゃん、ケシケシさん、杉本康介さん、ワームさん、迷子大大佐、コミショウコちゃん、キャプちゃん、緑の葉さん、コウジマンさん、ヒリュウさん、奈良市のさよちゃん、みゆちゃん、みやにいさん、しのさん、クラウンさん、夏ゲーマーさん、クレオメ、カレンって読むんだこれで、へぇ、クレオメ、カレンさん、あとはハトちゃん、ラマさん、ティーランクルさん、ハコスカさん、マスタードさん、ゴンココンさん、チビデビータさん、ジョージ・ジョーンズさん、イロファ・オーヒフミさん、初見さん、いらっしゃい、来てくれてありがとう、アラガミウルフさん、メノーイスさん、吉部生さん、ニュクスさん、ジロー Z さん、EKY クーさん、ウルネコさん、レロさん、センギリーさん、こんばんは、来てくれてありがとう。ドンテンスキーチャンネルさんもこんばんは、来てくれてありがとう。ちょっとコメント拾っていきますか。大輝、ありがとうございます。雑談 Now! うまいね。大義です。感染症にかかりました。本当にゆっくりお休みになってください。しんどかったら配信も切ってください。しんどい時に映像とか音とか聞くの結構辛いから、なんか聞いてられないってなったら消してね。大義ありがとう。大義ありがとう。ハロー。パス君、スーパーチャット、ありがとう。名前変えたんだ。トナちゃん。スーパーチャットありがとう。Hello, Katsuki. How are you today? I'm good. Let's start, shall we? Yay, yay. こんばんは。相変わらず。そっかそっか。お仕事。3連休はない。頑張ってもろて。皆さんね、土日祝にお仕事してくれてる皆さんがいるからね、社会が回っているということで。皆様、お体にはしっかりご自愛いただいて、お仕事頑張ってください。応援してます。漢字をめちゃくちゃにしてごめんなさい。許していいよ。いろはちゃん、配信初見ありがとうございます。
いろはちゃんはツイッターで絡ませていただいたような気がするけど、合ってるかな。あとは水害保険降りるだろうか。水害に入ってたら降りますね。安いプランには入ってないから降りないですね。いつも高く払ってたら行けます。 I'll see you now. Tomorrow I got my holiday after part-time job. Oh, that's good. I hope you will get lucky holiday. ローグライクイベで湯だった頭を冷やしてきた。あれ、私も今日やろうかちょっと悩んだんだよね。陸王エイトさん、こんばんは。あとは、女神ほもほもちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。あとは、青崎美笠さん、こんばんは。来てくれてありがとう。あとは、あずささんも、こんばんは。来てくれてありがとう。なんか、あ、コスプレチャンネルさんも、こんばんは。来てくれてありがとう。最近フォローしました。あ、そうだよね。ありがとうございます。頑張って、皆様のことは、なるべく覚えれるようにしております。なんか有名 V の方ってそのリスナーさんのことを覚えるのすごい得意って言いますよね。私もそうなりたいなと思って。うん。私は今日はお水をいただいているんですけれども、皆様は今日は何をお飲みですか？お水？お茶？コーラ？あとはアルコール？しげさん、サーティーワンさん、こんばんは。来てくれてありがとう。よかったらゆっくりと休んでいってください。たけちゃん。たけちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。実はなんですけれども、雑談って結構するの緊張するんですよね。なぜかというとですね、例えば、なんか、スーパーマリオやっててさ、あんまりこう、再生数というか同説が伸びなかったとしても、スーパーマリオの人気が下がったからかなとか思えるじゃないですか。でも雑談ってそういうごまかしが効かなくてですね、雑談って本当その人の人気のバロメーターだから、雑談の同説が低くなったということは私の人気が下がったってことじゃんっていうふうに思っちゃいがちなので、結構やるとドキドキしてます。実はいつもなんだっけ、200人2年か、2年記念配信の時に同説がマックスで221だったかなぐらい行ったんですけど、そうじゃない普通の雑談配信だとマックスで185だったかなぐらいなんだけど、なんかね、蓋開けてさ、なんか今日はもう30ですとかなったらさ、寂しいじゃんやっぱり。週7連勤、残業200時間超えに怖いものなのない。めちゃめちゃ給料高そうですね。レモンティー無糖、ああいいね。最近本当に昔ゴゴティーのレモンとかすごい好きで、ゴゴティーレモンとか超飲んでたんだけど、最近もう本当にコーラゼロか水かどっちかしか飲んでないですね。ピエールさん、ケンケンさん、あとはロード・エルドリッシュさん、こんばんは。来てくれてありがとう。Thank you for coming, Mr. Lord. Thank you, sweetheart. It would be my best holiday after one week work. Yeah. Good. めっちゃ飲んでる。いいじゃないですか。何を飲みなんですか？モンスターのパイプラインパンチ。何パンプラインパンチって。ミスティアっていうリキュール。聞いたことない。川崎さんもオーテ V みたいにチューニングしたりするんですか？何の ギターとかそういうことですか？それかなんかあーみたいな感じ。みかんの天然水、へえ、美味しそう。先生、スチューデント。I'm teacher 水川崎。 Repeat after me。なるほどな。なるほどな。OK? 話の引き出しが多いか少ないか分かっちゃう。そういうことなんですかね。話の引き出しが少ないからこう来なくなっちゃうのかな。最近は、昔は、なんかみんなからコメントがなくても喋れるように、ネタ帳を用意して喋ってたんだけど、最近はもうみんなとのフリートークでお時間がいけちゃうから、
最近はね、あんまりこうネタとかを用意せずに臨んでるんだよね。月給27万、いいじゃないですか。高給取りですね。総支給かな。ワンカップゼキオさん、あとは青山ブルーマウンテンさん、読者さん、通貨カイトさん、ヤスさん、なるけまさん、こんばんは。来てくれてありがとう。雑談枠の場合、何個ぐらいアジェンダを、もともとなんかずっと積み立ててて、でなんか消費しての繰り返しで、結局今ネタ帳を見たら30個ぐらい書いてあるのかなと思いますけど、キーブイさん、バニラさん、こんばん。あ、バニラさん、めちゃくちゃお久しぶりですけど、なんで来てくれなかったの？バニラさん、なんで来てくれなかったんですか？プッテプーテさん、シュウホさん、あとは臨海スタジオさん、こんばんは。来てくれてありがとう。そうだから、ネタ帳自体は30個ぐらいは書いてあるかな。今も読んでないけど開いてないけど。 Have you been busy? This work? I'm really really busy. Epic. Epic busy. Awesome. Awesome busy. Every day. So I have long time sleep in weekend. So in weekday, my condition is getting bad from Monday to Friday. So yesterday, I have worst condition because yesterday is Friday, you know? 水産成分が足りてないから補給させてもらいます。なんでよ、毎日配信してるんだからさ、ブルマンさん毎日来てくれたらいいじゃん。ネタ帳なし、すごい。そうなのかな。みゆちゃんは配信はしてるんだっけ。いらっしゃいませ。最近土日の夜に川崎さんの配信を聞きながら筋トレするのがルーティンになりました。はぐとります。本当ですか。でもなんか雑談だったらさ、こうラジオっぽい感じで聞けると思うんですけど、エーペックスとかしてるとさ、ちょっとあの筋トレしづらくないですか。何を話すかは知性、話さないかは品性。へえ、なるほど。あ、受験お疲れ様。受験終わったんですか。え、受験 ?7 月だよ、もう。やっさん、こんばんは。来てくれてありがとう。じゃない、やっさんは来てたわ、さっきから。源次郎さん、秋山美代ちゃん、秀夫さん、平久さん、あとはしげきさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ゲームに積むとここに来たくなる。違う。最初から最後まで来てください。ケンケンさんも久しぶりじゃなくて最初から来てください。ヒデオさん、こんばんは。来てくれてありがとう。初見さん、イエーイ。ヒデオさんは今日はどうやって私のこの配信を探し出してくれたんですか。私もしばらく来れなかったので言ってほしい。何よ、圧かけてほしいってこと。キーブイちゃん、何を言ってほしいのそれ。ところですいね、ご存知の通りファンボックスをアップグレードしました。久しぶりのアップグレードでリクエストの部分を活用できたかどうか不安です。ボイスリクエストは月明けになって、で該当する人がいたら日記書いてそこで送ってもらうっていう感じになるんだけど、ランちゃんはまだちょっと開いてないんだけど、自分から送ってきてくれたんだよね。ちょっとイレギュラーだけど対応しようかなと思っております。この週末にネタ帳の中身が気になる。開いてみようかな、じゃあ。トークネタっていうファイル開いて。もう、だいぶ前に書いたやつだからさ、何のあれかわかんないんだけど、読むと、いや、これ読めないわ。これちょっと恥ずかしくて読めないけど、なんか30個ぐらい書いてあります。スイさんの趣味は何ですか。自分はサックス。私はゲームと、あとはバイクと車ですかね。あとレース観戦も趣味ですね。ツーバスギドシさん、春がすみミーナちゃん、こんばんは。ミーナちゃんすごいいつも来てくれるから大好き、ありがとう。私もミーナの配信行きたい。私ミーナと次遊ぶ予定ってなんか立ってたっけ。ミーナと次遊ぶ予定はですね、あれないかな。
あ、ないかも。ちょっとなんかミーナと遊ぶ予定立てないとダメですね。ミーナちゃんが嫌がってなければですけど。川崎さんの視聴者層って年代はどの辺が多いんですか？年代で言うとですね、ちょっと待ってね。むつみさんこんばんは。来てくれてありがとう。あれ立ってるじゃん。あれなんだっけ、ちょっと待って。予定もう一回見して。やばい、怒られるこれ。怒られるやつだこれ。あれどれだっけ、ちょっと待って、まず年代見るわ。リスナーで年代でしょ。18歳から24歳が 50.6%、 25歳から34歳が 33.2%、 35歳から44歳が 13.2% ですね。サトリマグロちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。あれちょっと私何が抜けてる、やばい、コラボの管理ができなくなってきている。あ、そうだそうだ、日程決まってないじゃん。あれでしょ、ミーナちゃん、あのバロでしょ、バロ。バロまだ日程決まってないから、私の中ではね、こう未確定扱いなんだよね。入れてくれた予定。あ、スタンプ押してくれたんだ。 OK、 Thank you。 たけさん、加藤貴一さん、あとはなゆたチャンネルさん、こんばんは。来てくれてありがとう。終わりました。学校に慣れるまでの期間だったのでちょっと来れなかったです。いや、バニラさん、これはね、考え方次第なんですけれども、学校に慣れてないからこその私の配信で癒しを得るという、そういう発想もありますね。おすすめとしてはやっぱり川崎水の配信で学校のねストレスを緩和していくというのがおすすめですね。スイさんが配信してたらとりあえず開きたくなる。え、めちゃめちゃ嬉しい。それ多分あれだよね、毎日配信してる賜物っぽい感じしますよね。やっぱこう見ることが習慣になっていくっていうね。30個もあるよ、30個。あ、マリちゃん、スーパーチャットありがとう。 Thank you for super chat、 マリちゃん。あとは、今ミーナさんのことを大好きって言った。え、大好きな人に好きって言ったらダメ？みんなも好きって言った方がいいよ。みんなも好きな人には好きって言った方がいいよ。ミーナ大好きだよ。クラッカーって、あと雪のみぶさん、あとはとしおさん、こんばんは。来てくれてありがとう。逆転の発想ってやつですね、本当に。VTuber の予定は Google カレンダーで管理してるんですか？私はプライベートの予定も Google カレンダーで管理しているので、VTuber の予定も Google カレンダーで管理してますね。見るところが複数になると抜けとか漏れとか出ちゃいそうだからね。マネージャー欲しいけどね、でもお金払ってあげられないからちょっと無理かな、まだは。どうなんだろう、なんかどれぐらいこう人気になったら一人に対して一人つくんですかね。箱ティッシュさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あと、けしけしちゃん、スーパーチャットありがとう。そのうち病気に効くだろう、なんですけど、実際はやっぱりしんどい時はゆっくりね寝た方がいいかなと思うので、配信は、まあ、再生はしておいて、で音は消して、画面はパタッと伏せて、もしくはモニターの電源を切って置いていただければいいなと思います。ポコピーはマネージャーというか裏方的な人たちが垣間見る。そうなのかな。いやけどさ、ポコピーさんさ、いやすごい、これ生々しいこと言っちゃうけど、ポコピーさんの例えばピーナッツくんだけだったらさ、多分だけど年収600から800ぐらいじゃないかと思うんですよね。でも年商600、800ぐらいで一人の人間を年間で雇うのって結構厳しいと思うからさ、年間やっぱ売上1000万とかいるのかな。1000万いったら300でマネージャー雇うとか相当辛いよね。
雑談は英語で何ですか？ Conversation? No. Smart talking or just chatting? 隙間のコミッション41件おめでとうございます。ありがとうございます。ついに40件を超えました。超えましたが、私としては隙間の活動はちょっと縮小していってもいいかなとは思っていて、思ってるからこそちょっとお値段をね上げさせてもらったんですけど、あれピーナッツくん600、800ちょっと下げすぎてるからもっとあるかな。ピーナッツくん単品だったらでもそうか、チャンネル登録が13、4万人ぐらいだっけ。だったらもうちょっとあってもおかしくないのかな。ちょっと見てみようかな。なんだっけ、プレイボードでピーナッツくん、ピーナッツあった、ピーナッツくんおしゃれになりたい。あーピーナッツくんのビュース、月間のビューがスパッチャ、そうだね、ピーナッツくん動画勢だからね、スパチャが飛ばないからね。ピーナッツ18.9 万人もいるんだ、やば。月間のチャンネル登録者増が1万人、やばいね。月間のビュー数が128万回でしょ。ということはだいたい広告費だけで40万円ぐらいですかね。40万円ぐらいとなると、それだけで年商500万でしょ。案件ポチポチでやっぱ600、800ぐらいかな、やっぱり合ってるかも。つーあやたさん、なべりんさん、ゆうたろさん、たまだいさん、佐藤さん、たんさん、こんばんは、来てくれてありがとう。 How about you, Sisan? I'm good. Thank you for asking. あらしげさん、スーパーチャットありがとう。イエイエイ。5万人達成おめでとうございます。微力ながら6ミリオン円の足しにそうな6M円ね。6メガ円っていうとなんかすごいですよね。6メガ円。こんばんは。今日から夏休みだから毎日見れるぜ。イエーイ。ありがとう。本当にゆうたろうさん毎日見に来てくれます？私覚えますよ。覚えてますよ。できるんですね。ポコピーは24時間配信の収益すべてを寄付したり真似できない。ああ、なるほどね。私もまず寄付の前にね、こうトントンにしないといけませんね。そんな動画勢はね、やっぱり稼ぎづらいとは思いますね。ピーナッツくんって面子とかもあんまりやってないだろうし、面子じゃないわ、ファンボックスとかあんまりやってないだろうし、やっぱ動画勢はちょっとつらみかなと。特にピーナッツくんは色恋の感じじゃないし、難しそうだよね。はい、そんなこんなの川崎水ですが、前回雑談配信したのがですね、12日前か。本当はもうちょっとこうね、4日か5日に1回ぐらいはやりたいなと思っているんですけれども、やっぱこれぐらいになっちゃいますね。グランツーリスモ7車追加するみたいです。なるほどね。覚えてくれるのは嬉しい。覚えますよ。基本ね、やっぱ1回でも来た人は頑張って覚えたいなって思ってますね。前回の、雑談からあったことで言うと、先週末、いろはいろはこんばんは、来てくれてありがとう。めちゃめちゃ嬉しい、来てくれて。この間、いろはのさ、今、骨髄にしてるやつ見たよ。めちゃめちゃ可愛かった。ジェットローズさん、はーい。こんばんは。先週、五代さん、こんばんは。来てくれてありがとう。自動で飛ばされて、ここにたどり着くってことがありえるんだ。
先週の日曜日に600万円広告で溶けたっていうね、動画を投稿しまして、で実はですね、黒瀬さんこんばんは、来てくれてありがとう。俺的ゲーム速報ジンさん、めちゃめちゃ有名なブログじゃないですか。ジンさんに取り上げられて、であとユーチュラっていうYouTuber のニュースを掲載しているサイトがあるんですけれども、あそこでジンさん、違う、ユーチュラに書いてもらったからジンさんがそれを見て取り上げてくれてっていう、ちょっとメディアの露出がありまして、少しだけ再生数伸びましたね。スイちゃんの声がいつも可愛い、イエーイ、ありがとう、癒されていってください。どうか、あとは鍵宮シェルさんこんばんは、来てくれてありがとう。で再生数が1000ぐらい増えて、今の600万円が溶けたのやつが6400再生なんですけれども、元ネタになった望月ひまりちゃんの動画がですね、今17、18万再生だったかな、なんか2桁万再生とかはされていて、本当はね、こうあれぐらいこう言ってくれるといいなと思ってたんですよね。スイエスさんとみかげさんもこんばんは、来てくれてありがとう。手書き切り抜き1万再生いったけど、あれはね、しげきさん実はちょっとあれがあって裏側があって、あれ広告打ったんですよ、ちょっとだけだけど。だから広告だけで多分6、7000再生はいったから、単品の再生数だったら多分2、3000再生ぐらいかな、きっと。いろはちゃんのコスはね、あれだった、黒いやつ黒いやつだった。歌方いろは、そう、これだ、そう、馬娘のカレンちゃん花嫁バージョンですね。手書きの切り抜き自体はね、今1万やっと超えたんだけど、それもあるけど、なんかすごいなって思うのはあれですね、新人 VTuber さん向けの講座で、トークも歌も苦手でも伸びたい、じゃあ〇〇してみてっていうやつがですね、 1.3 万回再生になっておりまして、結構ね再生されてる。あの動画が1万いくっていうイメージはあんまり最初は持ってなかったですね。広告代恐ろしいね、ほんとみんな気をつけてくださいね。600万溶けた動画で600万稼げれば理想。600万を動画の再生だけで稼ごうと思ったら、ファーストテイクぐらい再生されないと無理ですね。600÷0.3×10かな、2億回、え、2億回は言い過ぎ、いや2億回だわ、多分2億回ぐらい再生されないと600万はもらえないんじゃないかな多分。ミスターキング、ハロー、ゆしびきさん、奈良さん、ワーロードさん、レンジさん、あとはほうきちゃん、あとは TJ さん、こんばんは、来てくれてありがとう。 Thank you for coming everyone。 馬娘カレンちゃんか、そうそう、それそれ可愛かったよ。いろは、いろはちゃんも広告売ってんの、うっそ。いろはちゃんの YouTube、 YouTube っていうことですか、ちょっと見てみようかな。 YouTube で歌方いろはで検索すると、うわ、え、待って、いろはちゃんマグネットとか歌ってる、うっそ、これ後で聞こう。秋名寿司おさん、チャンネル登録ありがとう。よかったらコメントも打っていただけるとすごく嬉しいです。片岡の人の動画を勝手に広告するのもありなのかな。今まで、未だかつて見たことないんだけど、多分ありだと思いますよ。ありだと思う。なんかニコニコのさ、ニコニコ広告ってそういう仕組みだよね、そもそも。600万の面白そうなんでツイートしました。ありがとうございます。累計200回は草。そうでしょ？だいたいね、CPM というか、1再生あたりの単価がまあ、
今だと 0.3 円前後ぐらいかなと思うので、あれですね、再生回数に 0.3 をかけると大体の広告費がわかるかなと思います。もちろんチャンネルによってばらつきがあるから確実にとは言えないけどね。夏休みが42日間ある、めちゃめちゃいいね、羨ましい。いっぱい V 活できますね、そんなにあったら。ツイッターのプロモか。いろはちゃんってさ、何かこう夢とかあるの？将来の夢とかさ、なりたいものとか。このクリエイティブ、まあレイヤーさんも私クリエイターと呼んでるけど、勝手にクリエイターとしてのなんかこう目標とかってあるんですか？ YKKA さん、こんばんは。聞きに来てくださってありがとうございます。ツイッター広告はかなりかけてる。へー、いいですね。ツイッターからね、 YouTube に流入させるのがなかなか難しいから、私はもう直接 YouTube でやっちゃうんだけど、ゆうさんこんばんは、来てくれてありがとう。 YouTuber やってないんご、しょうがないんごね、それは。パラディンさんこんばんは、あとはゆきちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。さあ皆さん、今のうちにですね、高評価いいでしょうか。ちょっとごめんなさい高評価まだ押してない人がいらっしゃいましたら、ぜひぜひ押していただけるとすごく嬉しく思います。あけちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。え、ママヨちゃん来た？嘘でしょ。ママヨちゃんがこんなね、私みたいなものの配信に来るわけない。最近見てないから見てみようかな、ママヨちゃん。ママヨちゃん、私もしかしたら一回なんかご連絡したことあるかもしれない。大河内ママヨ出るかな。あ、出ないわ。朝同じ夜、出た出た出た。危ない危ない。大河内ママヨさん、私結構デビューした直後ぐらいから知ってますね。なんか参考にこう拝見させていただいていた気がします。今見たらママユちゃん結構、あれじゃん、夏目みのりちゃんとコラボしてるじゃん。へえ、そういう関係性があるんだ。なるほどですね。あとは高評価ポチポチしてきた、ありがとう。写真集いいじゃん。イロハ、イロハクラファンしたら絶対いけるよ。イロハはクラファンしたらいける。応援してるよイロハ。私にお手伝いできることがあったら言ってください。アオさんこんばんは、来てくれてありがとう。600万払うってどういう気持ちで払うんですか？私だったら手が震えて払えなさそう。別に600万を払おうという意思はないですよ。1日何円とかだからさ、1日2万円ぐらいかけてるんだけど、1日2万ぐらいかけてるから、今日見たら、あ、400万、総額400万になってるってなって、1週間後見たら、あ、総額420万になってるって言って、また1週間経ってみたら、あ、総額500万になってるとか、そんな感じで徐々になってる感じだから、あんまりこう600万ポンって払ってるようなこう感じはないですね。高評価いいでしょうか。ぜひぜひお願いします。認知されてる。え、ママヨちゃんさ、そもそも私の配信って前も来たことありますよね。一回私の配信で拝見したことあると思うんですけど、少なくとも YouTuber のオーディションを受ける。へえ、でも私のおすすめとしては、あ、あるのかな、迷子大大佐ってもう活動されてるのかな。やっぱポートフォリオね、すっごい大事。もう誰に、大河内じゃないの、嘘でしょ嘘でしょ、私ずっと大河内ママヨだと思ってた。大川さんママヨなんだ、申し訳ございません、大変失礼をいたしました。ポートフォリオがもう何にしろ大事だから、とりあえずいっぱい動画を作ってチャンネルに上げとくことをですね、伸びてるかどうかはさておいて、オーディションの時絶対見られるから、それは作っておいた方がいいと思います。
嬉しいです。あらあら、名前間違ってごめんね。押してるのにモッカーをしたら減るんですかね。減りますね。オンかオフだけだからね。那須野陽一さん、こんばんは。来てくれてありがとう。投資ですよね。投資ですね。1日2万、そうですね、1日2万ぐらいかな。だからもう誤差だよ。なんかさ、コンビニとかに入ってさ、なんか100円のもの買うの我慢とかないね。そういうの、あの誤差だねと思う。だんだんなんかね、月間60万とか払ってると全てのお金の関係のことが誤差に思えてくるから、1000円とか2000円とか本当に誤差だからね。すぐ人におごっちゃうだから。FPS やってる時に見に来ました、ありがとう。大川さん、大川さん、大川さんさんはこれそういうことでいいんだよね。大川さん、大川さんさんっていうことでいいんだよね。大川さんさんは、あの、私のことはどうやって知ってくれたんですか？直近の目標は1万フォロワー写真集、スタジオとかイベントの宣伝写真。もう絶対いけるじゃん。レイヤー業界のことわかんないけど、やっぱ結構激戦なのかな。でもいろはちゃん、スタイルもいいしさ、あの、お顔もすごく素敵だし、すごいいいよね。素敵。テレビに出演しました。あ、いいじゃん、いいじゃん。スイさんの広告引いた時にやったぜってなるけど、私以外の人に表示してくると思う。あの、あれね、多分それって画面のさ、右上のところに出てきたっていうことだと思うんだけど、あれクリックしなかったらお金はかかってないから、別にクリックしなかったらいいからね。あれクリックされて初めてお金かかるから。黒豚さん、こんばんは。あとは、はすみさん、こんばんは。来てくれてありがとう。私、まだまだですが、スイさん、チェッチ君の3番手のポジションを密かに狙っています。待って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 、はすみさん、こないださ、あのチェッチ君と対談してなかったっけ？違ったっけ？黒枠はすみ、いたいたいた。チェッチ君と対談してた人がいたと思ったんだよな。あれ違うかな、私が思ってる人と違うのか。あすみちゃんは普段は何してるかというと、ギルティーストライブをやっているね。めちゃめちゃ見覚えはあるんだけどね。コンサルいいじゃん、頑張ってね。ツイッターのハッシュタグから知って、そこからこっそり動画や切り抜き見てます。なんでこっそりすんの？大川さんさん、私連絡したことありますっけ？ないかな。スイちゃんの広告見てみたいね。あの、売ってる広告自体は、あの、30秒の自己紹介の動画だから、それ見てもらったら同じやつですね。アルニキ、こんばんは。来てくれてありがとう。YouTube 見るときに広告何回も同じやつが流れてきてイライラしました。あの、インストリーム広告ですよね。あの、広告って大きく分けて2種類あって、インストリームっていう動画の最初に出てくるやつで、あともう一つが、インフィードっていう関連動画の一番上に出てくるやつですね。私はインフィードで出してるから、強制的に見せられるってことはないね。で、そうそう、プレミアム入ってるとそもそも広告表示の対象外になるから、出てこないね。なんかあの、お友達で、プレミアム入ってないっていう人を見つけたら、なんかって思っちゃう。もうなんか現代社会人の常識に思えてきた最近。あの YouTube プレミアムが、あの、毎回動画見るたびにさ、なんか6秒間ウェイトさせられるっていう、あれがもうめちゃめちゃやだよね。リプは何回かしたことあるか。まあそうかな、そうかな。かまってくれてありがとね。少しずつ CM 打ったんだ。一気に払ったのかと思った。うんうん。そうね、積み上げって感じ。で、止めてないって感じ。あ、ジンさんの記事見て見に来たんだ。アウさん、ありがとう。普段は YouTuber とか VTuber はご覧になってるんですか、アウさんは。もう YouTube プレミアム抜きの生活には戻れない。いや、本当に戻れないね。なんかあの、
税金に近いね、私の中では。税金に近い。YouTube 見るなら払え、みたいな。YouTube の広告ですらイライラするけど、テレビの CM はね、もうダメだね、あれは。なんかもう、切り替えるタイミングだよね、テレビを。もう、YouTube が便利すぎてさ、テレビのメリットがもうあんまり感じられないよね。プレミアムに入って欲しかったら、副業とかの広告なんとかせ。え、何それ？広告鬱陶しいことあるけど、プレミアムに入るためのお金を他に回したいから我慢します。へ、え、ぇ、ー。ん？うんうんうん。なるほどね。リーデさんこんばんは。来てくれてありがとう。プレミアムやけん、私、スイちゃん広告見れないのか。いろは、内容は一緒だからね。内容は30秒自己紹介と一緒だからね。大丈夫だから、大丈夫だから。YouTube 動画の途中で広告出るのはもう地獄だね、あれは。ブルーッタさん、ブルーッタさんこんばんは。来てくださってありがとうございます。とっても嬉しいです。いつもお世話になっております。あと、ゼロスーツサムスさん。Thank you for super chat. Thank you so much. こんにちは、こんばんは、スイさん。Sorry for lately hang out here. Very busy than ever. Here, take this token of アペアリシアション。何何何、読めない読めない。アペアリシエーション、アペアリシエーション、なんていうのそれ。アペアリシエーション。感謝の印？アペア、あ、アプリシエーション。あ、アプリシエーションだ。アプリシエイトのションのバージョンね。アプリシエーション。へぇ。Thank you! Thank you so much! ゼロスーツサムス。フジテレビの年収は下がってるらしいし、テレビ業界はオワコンしていくのは目に見えてる。これはもうそこまでは予定調和というか、規定路線だから、疑う余地は特にないですね。ショート動画が流行ったのは広告ないのもあるんですかね。多分、ショート動画が流行ってるのは、まあ、要は TikTok がなんで流行ったのかっていうことだと思うんですけど、最近のその理屈、理論で言うと、めんどくさいっていうことをすごい嫌がる人が多いんですよね、現代人って。で、動画をそもそも自分で探してクリックするっていうことがめんどくさいっていう人向けなのよ、ショートって。で、すぐ結果が欲しいっていう麻薬的なコンテンツだから、自分で選ばなくても向こうからどんどん音楽で言うとサビの部分だけがやってくるっていう恐ろしいコンテンツだから、 YouTube ショートってっていう、なんかこう麻薬的なところがね受けてると思いますね。ゼロスーツサムさん、 Thank you for joining my membership. Thank you so much. Yay. Welcome to Sui Gumi. Nice over chat. Yeah. Thank you for your donation. Yay.広告見ることで少しでも V さんにお金が入るならとプレミアム入ってません。これね、ワムちゃんね、実は違くて、広告、YouTube プレミアム入ってない人は、広告見てくれてありがとうのお金が入ってくるんだけど、プレミアムに入ってる人は、私の動画を見てくれたら、プレミアムの人が見てくれたよっていうお金が入るのよ。だから別にね、どっちでもお金入ってくるから一緒だよ。ナイスオーバーチャット。あ、バニラちゃんが英語で。素晴らしい。たまにはコメントしてみようかと。わー、すごい嬉しい。ブルーウッドさんって普段こう VTuber さんとかってご覧になるんですか？エルデンリングやってる VTuber 見てる。へー、なるほど。ゲーム実況面白いですよね。アスヒさん。こんばんは。来てくださってありがとう。先日はあれですかね。昨日のまたちゃんとアンジのエイペックスですかね。TikTok と YouTube どちらが覇権を握るのか、これは難しい問題ですね。共存の道もね、まだありえる。みやちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。あとは、スニーキーさんこんばんは。来てくれてありがとう。あ、first time to come here? Oh, it's nice to see you, Sneaky.I'm VTuber, Sui Kawasaki. I'm streaming from Japan. Which country do you live?
プレミアムは NHK より安いからまだまだ割安。いや、それは本当そうだよね。そうそう、自分で探したくないっていう、面白い動画を自分で探すことがすでに面倒みたいな、決定権を他者に委ねるっていう層がいるのよ。何も選ばなくても向こうからね、プログラム的にリコメンドされたものがやってくるっていう。本当にあれ、ウォーリーっていうディズニーのピクサーのアニメわかるかな、あれみたいだよね。もう人間はただ黙っててくれたら面白いものを提供しますよみたいな、こう AI の気持ちを感じますね。面白いなと思うのが、レイヤーは TikTok でフォロワーがいても Twitter はそうでもない。その通りだよ、イラハちゃん。私のお友達のアルタイルちゃん、TikTok のフォロワー22、3万人いるんだけど、YouTube 3万人ぐらいだから、メディアの壁をまたがせるのはすごいね、難しいね。全員が全部やってるわけじゃないし。あ、バインってあったね、そういえば。なんか AI リコメンドが優れてないんじゃないの、知らないけど。そうですね、プレミアムの方が動画を見ることでお金は入ってきますね。ゼニッツさん、こんばんは。来てくれてありがとう。What do you do if you marry someone from your foreign country? If you marry someone from your foreign country, what do you do? どう答えたらいいんだろう。Nothing to change about that. If I married to other country people, I will still streaming like this. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなの？プレミアムだぜ。貢献できてよかった。ありがとう。助かる。VTuber はここ2年ほどよく拝見します。最近は中小の箱の V さん。ああ、なるほど。個人 V さんを拝見してる。へえ、ブルーウッドさん自身も、VTuber さん好きなんですね。それはなんか嬉しいですね。動画の再生回数は TikTok が抜いてます。いや、そりゃ短尺だからね。YouTube は2時間とか4時間とかの動画もあること考えると。あ、麻雀コラボ。じゃあ、あれですね。朝日ニーナちゃんとか、ですかね。種田さん、サーチさん、ポンポンちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。スイネーさん、一番大嫌いなことは何ですか？一番大嫌いなこと？大嫌いなことか。大嫌いなこと。非論理的なこととか、無駄なことですかね。効率の悪いことは嫌いですね。川崎さんはツイッチはやらないんですか？やらないですね。私 YouTube で派遣取りたいので、ツイッチやる意義がちょっと今薄いかもね。ツイッチをする予定がありますか？今のところはありません。バイン出身のブライアンは、ブライアンさんってバインからなんだ。知らなかった。Will you learn your foreign partner's language then? Maybe yes. Interesting answer. Yay. Then do you want to be my first and last? Do you want to be my first and last? You? I don't think so actually. Because I'm thinking about Mali. It's not for forever. So,If you want to be by someone, we will stay. We will be by our side in that time, not forever. I want to be them, so we will be them. I want to be, なんと離れる separate. We will be separate. That's it. Do you understand?別に結婚ってさ、一生のことじゃないと思うから、なんか一緒にいたいなら、別に一緒にいたらいいし、別に別れたくなったら別れたらいいし、自由にやったらいいんじゃないかな。そんなになんか、重たいものだと思わなくてもいいと思いますけどね。一緒にいたい人と一緒にいたかったらやったらいいし、別れたかったら別れたらいいし。なんか最近そういうの重いからって言って結婚しない人も増えてきたもんね。
おぐなちゃん、チェリアスデザインさん、こんばんは。あとはなみちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、小森うたちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。うたちゃん、最近めちゃめちゃ来てくれて嬉しいです。ありがとう。なみちゃんさ、あの、私、今日この配信終わったら、次の新人 V さん向け切り抜きのアシスタント選ぼうとしてるんだけど、なんか後輩にアドバイスあったらお願いします。アークナイツ沼から知りました。ありがとう。めちゃめちゃやってる、今も。ポンポンちゃんは今どれぐらいやってるの？効率悪くて毎日残業絶対嫌だ私。効率の悪い残業とか本当に地獄だよね。G&H さん、こんばんは。来てくれてありがとう。発音切れって言っていただいて大変恐縮です。ワイズお姉さんって、ワイズってどういう意味？ワイズ、うまい。へえ、賢いお姉さんってこと？賢い、うまい、利口って出てきた。That's some mindset, すいね。どういうこと？ I'm just joking for what I say. Don't take it serious. Uh-huh. 英語お上手ですね。英語はですね、日本語を覚えたい外人の方から習いました。海外の方とひたすら LINE してたっていう、それぐらいですね。Yeah, dude. We are cool.、Mm-hmm. Basically, the marriage has to be serious and that both partners must have freedom.、Mm-hmm. K&ブリドさん、ハロー。あっという間に応募埋まりました。いや、応募はさ、2日目の24時までだったから別に埋まったとかはないんだけど、50人ぐらい来たかな、応募。最近ツイッターのアナリティクス見てるけど楽しい。イロハ、アナリストの素質あるね。将来ちょっと探ってみたらそっちも。イロハちゃんってまだ学生なんだっけ？アナリスト楽しいよ。データドリブン。データドリブンで生きていきましょう。小林一馬さん、ツバメさん、残念なゲームさん、スタッド、オートマルサムさん、あとは山内静さん、あとは初音ミクミクちゃん、こんばんは。あとはビタミンさん、こんばんは。来てくれてありがとう。あとツバメさんとスタッドさん、はじめまして。来ていただいてありがとうございます。 VTuber の川崎スイと申します。よろしくお願いします。ツバメさんとスタッドさんはどうやって私のことを見つけてくださったんですか？英語話すの流暢ですごいですね。バニラちゃん今聞いてた？私めちゃめちゃ今表現できてなかったよ。言いたいことが表現できてなかったから本当に嫌だなと思ってる。自分ではもっと言いたいことが言いたいように言えたらなっていつも思ってる。アドバイス、やはりコラボなのでスイさんへの愛を爆発させて挑むことでしょうか。ナミちゃんはさ、まだ私のこと好きでいてくれてるんだ。すごい嬉しい。忘れたわけじゃないんですね、私のことを。なんかやっぱね、昔好きって言ってた人もだんだん離れていっちゃうのが普通だからさ、ずっと一緒にいてくれるのはすごい嬉しいですね。初音ミクミクちゃんは、GT7 買いに行ってらっしゃい。で、私の配信にももっと遊びに来てください。効率よく仕事こなすと仕事増えて残業になる。こんばんは。そういうのはもう、さよならって。さよならって言ってください。あ、いろはちゃん、社会人。なるほどね。お仕事 DX するし、へえ。じゃあ結構自宅が多いんですかね。そういえば新型クラウンが発表されましたが、そうなんだ。調べてみよう。新型クラウン。すごい、コメンテーターみたいなことを求められてる。え？すっごい！いや、トヨタらしく、あれ、どれ、ちょっと待って。4台並んでるから。クラウンは、これか。嘘でしょ？こんなデザインになったの？これクラウンなの？なんかクラウンらしくないよね。クラウンらしさはあんまり感じないかもしんない。これクラウンなの？あ、これクラウンクロスオーバーだわ。やっぱ違うと思った、なんか。え、クラウンも出てるってこと？あ、これか。
え、これクラウンクロスオーバースポーツ、クラウンスポーツってこと？セダン。これはなんかテスラっぽいね。え、これ本当にこのまま出るの？これ絶対変わるでしょ。ソウさん、あとはタイヤンさん、ヒバジュウさん、ミョンちゃん、コバさん、ダイナモクサビアさん、アートさん、こんばんは。来てくれてありがとう。I've been singing lately. What was the thing that got you in VTubing, 姉さん? What was the thing that got you in VTubing, 姉さん? I've watched some of your oldest video and I love how you really love GT. ちょっと待って、これね、意味が正確に読み取れないわ。VTuber 活動の中で何を学びましたかみたいな。あ、きっかけ? Got you in VTubing。私が VTuber を最初に始めたのは、なんか技術的に面白そうだったからですね。新しいもの好きなので。で、なんかうさだぺころちゃん見て、できる、なんかこれだったら私もできそうって思ったから、今考えたら舐めてますね。I saw ぺころうさだ streaming, so I'm thinking about, I can do a VTuber streaming activity. That's it.That's it. Why I've got VTuber life. 久しぶりに見に来ました。ありがとう。あ、スタットさんはタカチャンネルの、あれもう結構前じゃないですか。スタットさん、普段はタカちゃんの配信にいるのかな、じゃあ。小林さん、おやすみ。お疲れ様でした。ダルマイズゴッドさん、ちょっと待って、ダルマイズゴッドさんの YouTube 見ててさ、私が出てくるの？へえ、ありがとう、嬉しい。新型クラウンがアーニャにしか見えない、どういうこと？新型クラウンアーニャ、新型クラウンがアーニャにしか見えないと話題に、え、どういうこと？ちょっと見ますね、今。確かに、まあそう言われたら似てるんですかね。まあ似て似てると言えば似てますかね。テスラっぽい。そう、テスラっぽくない、これ。4種類展開ね、すごいね。プラットフォーム同じで、廉価にバリエーションを増やそうっていう、そういうことなんでしょうね、きっと。オルタロちゃん、ゆうきにしださん、あとはマトリックさん、アリチャさん、みゃーちゃん、テトテトさん、こんばんは。来てくれてありがとう。明日はグランツリスモの国体が始まるので、現地で、え、みゃーちゃんって国体選抜されてるの？じゃなくて予選に行くってこと？クラウンの対象年齢が若くなっているから、あ、そういうこと、なるほどね。もうおじさん向けの車じゃないのね。みゃーちゃん、今日も来てくれてありがとう。うさだぺころちゃん inspired you? Yeah, that's right. That's sweet. I also watched some of her video but too. You must really like here. You must really like here. Really?自分もいつか VTuber になりたいな。つばめさん、今からですね、リアリティっていうアプリを入れまして、そのリアリティの指示に従いながらポチポチボタンを押していったらですね、多分2時間後ぐらいにはもう配信開始できると思いますので、一旦もう2時間後には VTuber になってみてもいいと思いますね。フロントマスクのクラウンらしいいかつさがなくなったように感じます。スポーティーに寄せたね、明らかに。スポーティー向けの製品を作ろうとした結果なのかなと思うね、これ見てたら。これ16代目なんだ、へえ。川崎すいませんさんでしたっけ、お名前。もう好きに呼んでください、ぜひぜひ。調べたら結構似てて笑った。似てるね、ちょっと。
他の場所でのチャットのせいで壊れちゃいました。そうなんだ。じゃあ私の配信で直さないとダメですね。高評価という名の愛してるよ。愛してくれてありがとう。私自分の好きな人、自分のこと好きな人好きになっちゃうからさ、嬉しいです。エクリプスもアーニャに似てる。へえ。ゆるるさんこんばんは。来てくれてありがとう。 YouTube は配信まで1日かかりますね。そうそう、そんなに簡単に今って V になれるんですね。なれるんですよ今は。ファストバックルーフランが流行してる。へえ。Do you like cake, 水さん? Yes, I like. 前は年季の入ったクラウンが愛車だった。いいじゃないですか。大切に乗ってあげてほしいね、そういう車は。ランダムさん、Good evening. Thank you for coming. 話をちょっと戻すと、そう、600万円が溶けたっていうね、動画を作ったのが先週で、あれはもうちょっと伸びると思ってたけど、思ったよりちょっと影響少なかったですね。もうちょっといろんなところに取り上げてほしいなと思うけど、もうこの後もなんか例えば雑誌とかウェブメディアとかこう取り上げてもらえるといいなと思います。もらいたいね。結構話題性のある内容だと思うから。確か望月ひまりちゃんもインタビューとか受けてたんじゃないかな。しちさんこんにちは、来てくれてありがとう。 Hopefully the current generation clone can get cheap enough so I can import one. あ、really? へえ、安いの？そうなんだ。今度夏コミに向けた筋トレ企画でリングフィットアドベンチャー配信やって、めちゃめちゃいいじゃんそれ。いろは、お体出してっていうことだよね。リングフィットアドベンチャーを VTuber さんが首から下だけ実写を出してやってる人がいるんだけど、めちゃめちゃ伸びてたね。誰でも V で美男美女になれるからこそ中身が重要という話をしていた。それは本当。これね、私普通のさ女性ストリーマーさんを調べていたんだけど、女性ストリーマーさんめちゃめちゃ可愛い人すっごい多いのよ。顔がさ超美形の女性ストリーマーさんいっぱいいて、でもね実写で顔がめちゃめちゃ可愛くても伸びてない人は全く伸びてないの。あれ怖いよ本当に。顔可愛くてもダメなんだと思った。だからやっぱ中身の方が大切なのかもしれませんね。スイちゃんの動画伸びろ。いろはめちゃめちゃ優しいね。ありがとうね、いつも支えてくれて。VTuber になれるアプリはリアリティですね。リアリティ。VTuber リアリティで調べるといいと思う。個人で数字だもんな。ねえ。けど私、めちゃめちゃ好きなエピソードが、インテルっていう会社あるじゃん、インテル。インテルって新しい工場を作るとき2兆円とか3兆円かけて作るのよ。でなんか3年とか4年とかでも新しい工場移設するみたいな。だからやっぱね、大勝ちする人ってやっぱ投資するんだよね。なのでやっぱ勝とうと思うと投資は結構大事かなと思います。リッター15以下は社畜には厳しい。じゃあスーパーカブとかいいですね。Did you watch anime with girl like initial D or Rung Up Midnight? No, never, I'm sorry. I have few times to watch that animation on YouTube. In few time, just few time. 肩書きさん、こんばんは。あとはめんどくさん、とびとびさん、こんばんは。来てくれてありがとう。車好きなんですか？めちゃめちゃ好きですね。スーパー GT と、車はスーパー GT だけだわ。スーパー GT が好きで、結構ね、感染症が流行る前は日本全国飛び回ってましたね。顔だけでは伸びない世界、恐ろしいね。顔が可愛くても伸びないってやばいよね。でも当たり前だけど、いくら顔が可愛くてもトークが面白くないと、長時間配信聞くの苦痛だからね。やっぱりトークの良さは配信においては大事ですよね。
いいな。VTuber 専門誌で編集者さんと対談したいですね、私も。まあでもあの人 HGM さんはね、それだけじゃないからね。全般的に YouTuber として優れてるから、それはまあありますよ。そういう案件も数字も持ってるし。川崎水産のリアリティの言い方マジで好きすぎる。リアリティリアリティ、トーク力も大事ってことだと思います。まさにそうだと思います。中身も大切だけど声は重要な気がする。そうね、それで言うと私はちょっとビハインド背負ってる気がしなくもない。千穂ちゃんおやすみ、またね。宝くじも買わないと当たらない。それはそう。二輪やん。二輪ですね。けどあれですよ。燃費はもうやばいよ。リッターなんか200キロとか走るんでしょ、あれ。知らないけど。1兆やばい。なんか2、3兆ぐらい使うらしいよ。今日も水産美しい。ありがとう。池谷さん、ピエンズさんこんばんは。来てくれてありがとう。声質や話し方の方が重要なのかもしれない。そうなんですかね。車詳しいかと言われるとね、正直そんなに詳しくはないとは思いますね。普通の人よりはちょっと知ってるぐらいかなと思います。速い車は分からんが、黒缶をやってる？え、車のですか？黒缶って今日本に競技シーンってあるんですか？免許取得中の20代会社員におすすめの車ですか？予算次第だけど、なんかお金がそこそこあるんだったらとりあえずプリウス買っといたらいいじゃんみたいなところはありますかね。おすすめの車か、なんかね、軽自動車は個人的にはあんまりおすすめしないですね。安いけど、なんかコンパクト、あ、名前出てこない。あ、違う、ビッツじゃなくてヤリス、ヤリス、ヤリス買えるならヤリスとかいいと思うけど、ちょっと高いからまだ中古もあんまないし。なんか見た目が好きな車買うのがいいと思いますよ。動画編集のコツがあったら教えてほしい。今はなるべくやっぱコンパクトにすることですかね。なんか無駄な時間の存在を許せないのよ、今のリスナーって。だからなんか余計なんか空いてる時間というか、なんかこの時間って何の時間みたいな、こう待ちの時間というか空白の時間帯をいかに詰めていくかっていうところが、こう最近の動画だと必要かなと思います。間を楽しませるのは相当難しいですね。あきられいさんこんばんは、来てくれてありがとう。あすひさんは声が好き、嬉しい、ありがとうございます。あきられいさん、初見さんこんばんは、来てくれてありがとう。 VTuber の川崎スイと申します。あきらさんは今日は私の配信をどうやって見つけてくださったんですか？ YouTuber のトークって普通に話しているのと違うというのを去年ガチャを引く動画作ろうとして知りました。ほんと尊敬できるし簡単に真似できない。それ本当にそうで、ね、皆さん配信をさ、生まれて初めてやった時の地獄感やばいよ、本当に。こんなに喋れないんだって思うぐらい自分喋れないからね。実況者は本当難しいと思います。Hi, Doofy. Hi, from Japan.くれないさん、あとはタッチイバナカイガさん、こんばんは、来てくれてありがとう。 VTuber になることのメリット、デメリットですか？メリットは承認欲求が満たされることと寂しくなくなることですかね。デメリットは時間がなくなることとお金がなくなることだと思います。お金と時間を承認欲求に変えてるようなイメージかな、多分。 Sorry if I don't understand anythingNo problem, no problem.、You can talk to me with English if you want. So please comment to me with English, okay? あ、大会ってあるんだ。すごいね。へぇ。そう、バニラさん、最近はですね、なんか、例えば私今からさ、喋ってて、
って今ちょっと黙ったじゃん。こういう時間があるとこの間にザッピングされちゃうんですよ、 YouTube って。だからああいう感覚を詰めて、なんか何も情報、新たな情報が落ちてきてないっていう時間をいかに削るかっていうところが、こう現代の YouTube では大切かなと思います。継続的に見るのは声が好みで、話を聞いていて面白いのと、嫌い、うざい、不快と感じない。どんな人だったら嫌いとかうざいとかなるんですかね。嫌いじゃないね、嫌いですね。うたちゃんも私の声好きなんですか。すごく嬉しいです、ありがとう。紅さんは今作業中。何の作業してるのかな。全く喋れない。そうでしょ、アスヒさん。なんかラジオっぽいものもさ、やってみるとよくわかりますよ。30分のラジオ撮るとか決めてさ、やろうとしてみるととんでもない難易度だっていうことに気づきますね。ねえ、シエルちゃん難しいよね。 So you were from Japan? I'm from Indonesia? Yes, yes, yes. Thank you for coming from Indonesia. VTuber さんの存在をもっと早くしたり、PC の知識がちゃんとあったら挑戦してみたかったです。まあ、次のメディアに備えたらいいんじゃない？今 VTuber がちょっと流行ってるけど、次はなんかTikToker とかさ、その、なんて言うんだっけ、新しいメディアが流行ってたりすると思うので、なんか新しいメディアが来たら、先に自で行ってみるとかはやってもいいかもね。簡単そうに見えてシンフィア。なんか芸人さん見てさ、楽しく喋ってるだけでお金もらえて嬉しいなとか思う人いると思うんだけど、芸人さんとかやってることめちゃめちゃ難しいですからね。やっぱ場の空気作っていくのって難易度すごい高いから、すごくみんな考えてやってますね。伸びてる人は、伸びてない人はまあ適当にやっててあんま伸びないみたいな感じになると思うんだけど、ストリーマーはすごい難しいと思います。スイさんは普段何のゲームやってるんですか。最近はアークナイツ、あと FF14、 そしてまあ APEX パワープロ2022ぐらいですかね。何でもやりますよ私。小説とかアニメもですが、なんとなく間がなくなっていきなり場面スタート。そうそうそう、なんかね、退屈な時間に今のリスナーって耐えられないんですよ。作業という名のアーク、あ、いいじゃん、いいじゃん。楽しみな。あとは、無常さん。あとは、孫悟空さん。モノカさん、こんばんは。来てくれてありがとう。Thank you for coming. How are you today? Overseas friends. 個人的には安眠効果抜群。ゆっくり寝てもろて。ちょっとじゃあ、音楽をもうちょっと寝れるやつに変えましょうかね。川崎水さんの優しい彗星が綺麗でした、ありがとう、嬉しい、聞いてくれて。そしてコメントひたすら拾う水さんはマジですごいと思いますわ。水さんって声も行動も優しさが溢れてて好き、声でチュキなんですわ。めんなこちゃん、私の行動のどんなところが好きなんですか。実況を作る時にも配信でも活用できるアドバイスありがとうございます。バニラさんって動画作ってますよね、配信もされるんですか。スイさんにちょっとした質問です。語彙力とか会話力を高めるためには何をしたらいいですか。これはもう本をいっぱい読むことにつきますね。やっぱ知ってる言葉しか普段出てこないから、たくさん本を読んでいろんな言葉を知ろうっていうのがいいと思いますね。私は結構いろんな本を読んで語彙力は高めたかなと思います。 Right, Chibi Sui, I want to see it again. Okay, 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 let me show you. Chibi Sui.Let me show you. あれどこ行ったかな。あった、これね、これ置いとくね、この辺にはい、チビスイ。スイさんはお話、配信でお話するとき気をつけていることありますか。うん、1からマスに向けての話じゃなくて、一対一で話すのを並列で走らせるっていうイメージを持ってます。
今は私うたちゃんに向けて喋ってるし、さっきまではこみちゃんに向けて喋ってたし、1対1で喋るのを並列で走らせるっていう、これが私のトークのコンセプトですかね。グッドナイト水さん、グッドナイト緑組、水組ね、水組。 Thanks for the time、 ありがとうございます、ありがとう、 Thank you for watching today。 水さんの優しい水星は鉄板、ありがとうございます。月の子さん、みーこさん、ロジジさん、あとはきよししさん、ネックさん、 VTech しのさん、こんばんは、来てくれてありがとう。みーこちゃん、初見さん、来てくれてありがとう。 VTuber の川崎水と言います、よろしくお願いします。なんでコメントくれないの、みーこちゃんはね。え、そしてなんでここまでさ、コメントくれなかったのにさ、今はコメントくれたの。Japanese language is hard to understand, but I find it cute. At the same time, especially your expression. Oh, really? Thank you so much, but I think so too. Japanese language is very hard to understand for other country people because we have so many character. English have only 27 character, right? in case of Japan, we have three types of character. First, hiragana. Second,カタカナ。Third, 漢字。Very complicated, you know? And カタカナ have 51 character. And ひらがな have 51 character. And 漢字 have also 7,000 character. Oh my gosh! It's not useful for other country people, I think. じゃんけんしましょう。じゃんけん、パー。はい、私の勝ち。ありがとうございます。VTech しのんちゃん、お久しぶりじゃないですか。なんで最近は来てくれなかったんですか。あ、配信もしてるんだ、バニラさん。へえ。やろうやろう。覚えよう、配信。参考になります。よかった。うわぁ、ちっちゃいマスコットキャラのスイさん、めちゃくちゃ可愛い。いや、これそんな可愛いやつじゃないよ、これ。やばいやつだよ、これは。やばいイラスト。ちびすいマスコット力強い。本当に。スイさんの語学力うらやまです。この前ボディーランゲージでロシアの人と会話してました。ん？待って。あ、コーヒー牛乳さん、スーパーチャットありがとうございます。嬉しい。ありがとう。助かります。すごく。いや、私もロシア語は喋れませんよ。とはいえ。熊の子ピピコちゃん、こんばんは。あとは黒焦げさん、なぎささん、せいじさん、しゅうさん、あとはホイッピーさん、コーヒーギルさん、こんばんは。来てくれてありがとう。600万円、とけみにすいさん、かわいい。ね、自分は本を読むことが得意でないのですが、会話力を高めるために読んでみようと思います。あとはね、あれ見てもいいよ。ビジネス系の記事、アスキー JP とか、IT メディアとか、あとは、そのビジネス系メディア、なんだっけ、名前出てこないけど、っていうののプレジデントとかっていうののウェブ記事とか読むのもいいと思いますね。ちびすいさんのお目目が虚無な感じで癖になる。本当に並列でって、それすごい難しいことをやってますね。でもこれがやっぱね、嬉しいんだよね、リスナーさんからすると。一人一人と話してるのに他の人が置いてけぼり感なくてすごいなって聞いてました。ママヨちゃんに褒められた、嬉しい、ありがとう。あ、しのんちゃん、面子ありがとう、助かる。あとせいじさんは、しびれるいい声、本当ですか、すごくそう言ってもらえて嬉しいです、ありがとうございます。ちっちゃいすいさんは可愛くていい、やった、嬉しい。ホイッピーちゃんは寝る前、もう今から寝るの、おやすみ、ゆっくり休んでね。漢字 is hard. Yeah, yeah, I think so. かわいいけどやばい、やばいね。600万溶かしたスイさんじゃん。そうだよ。スイさんに強引に赤ちゃん化させられたい。何それ、どうしたらいいの私は。あ、スイだよ。確かにミクだよさんっていたもんね。ちょっと見に行こう。ミクだよさん。ミクだよのリコメンドでホラーって出てくるんだけど。かわいいね、ミクだよちゃん。その FX 溶かした顔、アクキーかぬいぐるみで欲しい。アクキーいいね。そのスイさん、人が5人ぐらい見える状態。どういうこと、どういうこと。家の事情で休止してました。へえ、なるほどね。人が5人ぐらいに見える。5
この人形あったら買うかも。人形って難しくない？ちびすい、ミニすい、どっちでもいいんじゃない？スパチャをするとお祝いされるんだ。当たり前じゃないですか。すごく感謝してるもの。コメント可能な限り拾っているとことか、要望に応えるところとか、声きれいなとことか、あと英語コメントで英語でスラッと返すなり、そこに痺れる憧れる。英語さ、なんかよし、喋るぞとかじゃなくて、こうスラッとこう出てくるといいよね。貯金っていうか証券わかってるのはいいじゃないですか。いろはちゃん IT メディア見てるの？私一時期ね、めちゃめちゃ見てた。社会人の経験が浅い時めちゃめちゃ見てたね。あのビジネスメディア誠が好きすぎて。いろはちゃんもしかしてエリート？やば、いろはちゃんともっとお友達になりたい。あとはなんか癒されるわね。よかった、それは。あ、そやなーの水産いいね。誰か書いてよ、それ。誰か溶け水ネンドロイド。ネンドロったらオリジナルで作ろうと思ったら一体いくらかかるんですかね。エニカラ株買ったけど先が読めない。あれからどうなってるんだろう。エニカラ株か。あ、結構下がり始めたね。ピークが8800円で今は5700円。あ、落ち着いたね、やっと。まあ、ちょっと高騰してたよね、さすがに。うん。その目みたいな状態によくなるのですが、立体視に失敗すると1人が3人に見えます。そりゃそうよね。スイさんの声、本当に夜勤の活力になってます。コーヒー牛乳さん、今は夜勤中なんですか？大丈夫？聞いてていいの、この配信。マトシャさん、ゼンさん、こんばんは。来てくれてありがとう。Welcome back!ミスゼン。メガネ赤色、他の色してほしいな。何の色でも絶対合いそうっていうか合うやろ。いや、皆さんからのスパチャがえぐいぐらい飛んできたらできますけど、やっぱお金回りがやっぱ悪いからね、VTuber は。なかなかこう、できないよね。底落ちしたなって思ったら買っとくのが得。最小単元、何株上にからって。エニカラの最小単元は 100?100 ですね。ということは、57万円で買える。ああ、悪くないですね。ちっちゃい水産のぬいぐるみが出たら神棚に置く。ぬいぐるみってね、グッズ作るのすごい難しいのよ。アクスタは簡単に作れるんだけどね、布の加工って結構ね、大量生産しづらいので。相まって、飛行機のラジオを聴いてる気分。飛行機の中でラジオって私聞いたことないかも。アレケイ ?Good night, アレケイ。Thank you for coming today. Thank you さん、サキリさん、あとはキューニさん。こんばんは。来てくれてありがとう。待って待って待って、私ちょっと待ってよ。いろはちゃん、やばい、すごいエリートかもしんない。めちゃめちゃ私いろはのこと好きかも。いや、いろは超いいね。すごいいい考え方してると思う。情報は本当にあるに越したことないですからね。私、コンサルするときもよく言うんですけれども、現代の戦争って情報戦だから、情報を制す者が勝つって、これはもうフルメタルパニックで相良宗介くんも言ってたので、間違いないですね。なので、情報を得た上で、ちゃんとやらないとダメ。エニカラは誰かが炎上して下がったら買うよって。あ、頭いいですね、それは。自分の詳しい業界だったら株価の変動読みやすいですからね。ちなみにいつまで配信する予定なんですか？だいたい今1時ぐらいかな、いつも。私の喉がもう死んじゃったら早めに終わるけど。Alek is my friend. Oh, really? Thank you for coming. Alek, your friend? Shoko's friend. Oh, really? Thank you so much. Saint-san, thank you for coming, Saint. How is your day? Kip Channel-san, こんばんは。来てくれてありがとう。
IT メディア見てきた。いいですね。IT メディアの中でもですね。あれ？ IT メディアの中でも今名前何になってるんだろう。そう、ビジネス、IT メディアビジネスオンラインだっけ？ IT メディア DX ってなってる。IT メディアビジネスオンライン。ここの記事がもう本当に面白いのよ。読んでほしい。エンドロイドドールなら個人でオリジナルの服と作成すればできる。へえ、そうなんだ。 1+1 は田んぼのペです。なるほどね、完全に理解したわ。腐っても DX 推進室。イロハってそんなにやばいね。そんなに可愛くてさ、スタイルも良くてさ、仕事もバリバリやってたらさ、めちゃめちゃモテるでしょ。水産を立体視していたのですが、部屋は立体視したけれども水産は立体視化しませんでした。ごめんね。ホイピーさん、スーパーチャットありがとう。すごく嬉しいです。あの、使わせていただきます。あの、 VTuber 活動にね、活用させていただきます。ケンケッちゃん、おやすみ、お疲れ様。ソチャさん、水迫さん、エイミアさん、リュノさん、こんばんは。来てくれてありがとう。今日は24時間以上働いてて寝てない。24時間連続で勤務してたってこと？参考体制とかなんですか？じゃあ。そう、実際情報はね、現代の最大の武器だから、情報がないとまず話にならないですね。ミャオちゃんもエリートじゃん、かっこよ。ちょっと女の子今乗ってますね。あんまりさ、私の周りもそうなんだけど、バリキャリになりたいって女の子っていなくて、いいな、なんかバリキャリ女子で固まりたいですね。今夜もお会いできて光栄です。ありがとうございます、エミヤさん。アイシンクソーイエスとミートゥーのニュアンスどう違うんですか？知らない。私、そんなわかんないよ、言っとくけど。あの、ニュアンスはもうね、ネイティブに聞かないとわかんないね。悪天候ですか？天気言うとね、バレるからね、ダメなのよ、VTuber は。天気からね、住んでるとこ割り出されちゃいますからね。え？お兄さん限定なのか？あ、ツバメちゃんって女の子なんだ。全然いいですよ、もちろん。あの、VTuber のリスナーというか、例えば私だったら、リスナーさんの 97% は男性なんですよ。だからそう書いてるけどね。氷関係だと EC 人がおすすめ。私、氷じゃないんだよね。ごめんね。底堅い銀行株がおすすめ。あの、これ株のチャンネルじゃないんですよ、ここ皆様。株のこと喋る VTuber さんとかいるのかな？なんか当日の市況感とかを語る V さんとかいてもいいけどね。いないね、多分。見たことないわ。仕事ができる人間になれるように頑張らなければ。仕事できる人はかっこいいですからね。水年を DD ドールで再現可能。数十万とかすけど。じゃあ楽しみにしてるね。I'm done with my CODM tournament. Well, Call of Duty Mobile かな。We're listening to your voice after feels very relaxing. Oh, that's good. Yeah. Please relax with my voice. Thank you for watching. めっちゃ真面目な話すると、情報不足だと削除されたりもしますよね。情報は防具になる。いいこと言うね、みゃおちゃんは。私、みゃおちゃんやっぱ結構、あ、そういうことなの？みゃおちゃんさ、なんでこんなにこう頭がいいのかな、頭が切れる子だなってずっと思ってて、なんでかなと思ってたけど、多分ビジネス感が結構あるからだね、きっと。品出し声聞く、品出し声聞く。面白い。なるほどね。じゃあコンビニとかですかね。夜中の配信助かってます。よかった。皆さんのお役に立てることがやっぱ何よりの幸せですね。バーチャル世界は毎日が晴天ってことにしよう。まあ、たまにでも後ろで雷とか鳴っちゃうんだけどね。株系の部位って、アンチ。まあ、アンチ。なんかね、人に対するアンチと配信に対するアンチがあると思うんだけど、
配信のアンチは別にいいと思うんだよね。当人に固執してなければ。小玉ジョージさん、あとは KZM さん、あとはテクチャさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ちびすいさんみたいに等身大すいさんの全身図は、私あの YouTube のヘッダーがそうなってなかったっけ。あ、違う違う違う、あの Twitter の固定ツイートのあのイラストがですね、あれになってますね。私の全身図が載ってるので。で、実はなんかここまで来といてなんなんですけれども、私三面図がないんですよね。だから正面図だけでここまで戦ってきました。もっとなんかいっぱいお金が稼げるようになったら、あの三面図とかも作ろうかなと思います。あ、株の V さんはいるんだけど投資はいない。なるほどね。ウェブメディア系って記事の日本語が微妙な時があるから、日経の記事はすごいって毎回思ってる。私逆に日経見ないな。 IT メディアは結構エンタメに寄せてくれてるのがすごい見やすいですね。スイさんの声はミャオの心のビタミンなんよ。感謝。私もだよミャオちゃん。今度楽しく遊ぼうね。中小企業に働いてるけど、ちょこちょここまごま株で蓄えてます。ナイス。通算でプラスだったら結構いいですね。ゲルマンさん、こんばんは。来てくれてありがとう。スイさんが配信してくれるおかげで心が落ち着くのであった。ありがたいですね。よかった。タリオンさんの心がね、少しでもこう癒せるといいですね。マーメイドスカートの背面はですか？背面は特に何もないですね。普通に後ろはあのスリットとかもない普通の感じ。三面図はあればので、ごめんね、いろは、ほんとごめん。ないのでも。悩みですが、情報が多くてどれが最適解だと考えると煮詰まりすぎて行動できないか、行動したらやりすぎてしまってる感が、時があります。エビデンスが足りてないんじゃない？多分。あの、情報収集が足りてないと思いますね。あとあの、ここまでは分かるところとこれ以上は分かんないっていうポイントがあるから、ここはもう PDCA で試すしかないみたいな、ところをこう見分けてやった方がいいところはさっとやる。で、時間かけて分析した方がいいところは時間かけて分析するっていうのを分けれるといいんじゃない。そう、見えないところは妄想でカバーでお願いします。スイさんの声が必須栄養素になってる。助かる。それは情報も出どころしない。なんか出どころというか、あの複数のやっぱりソースから判断するがやっぱ常識なんじゃない。今は一方からの意見だとちょっと信じづらいよね。デビュー前のライバーはいないね。さすがにデビューした直後とかはいるかもだけどさ。そう、背面はないんですよね。ごめんね。なんか小水さんに目が行くんですか。消そうか、じゃあもう。はい。パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシス・コデ・パウラ・ホアン・ネポムセのマリア・デロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアのデラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピー・ピカソです。水さんはファンマークとかはあえて決めてないとかなんでしょうか。なんかね、恥ずかしくて決めるのが。で、なんか、決めないままここに来ちゃった。あってもいいんだけど、別になんかあんまり必要性も感じてないんだよね。なんか私のこと応援してるよって言いたかったら、ツイッターのお名前とかにはすい組ってつけてくれるといいなと思ってる。ツイッターのプロもいろんな国に出し分けてるけど、インドネシアが強い。へー、そうなんだ。あれもそうだよ、いろは。YouTube 広告もインドネシアが強いのが基本で、あとタイとベトナムね、ちょっと伸びてきてるのがっていうのがやっぱ日本のカルチャー的にはいいかなと思いますね。まだでもやっぱり人口と日本のカルチャー好きっていうところから考えても、割とインドネシア一強のところがあるので、基本はやっぱりね、海外圏狙うってなったらインドネシア狙うのが今のセオリーになってるよね。ということで、
昨日じゃない先週600万円溶けたの動画を売って、動画を作って、でそれが最近そのウェブメディアさんにちょっとだけ取り上げられて、その後ですね、そのあ同じ日か同じ日にあの5万人チャンネル登録が5万人になりましたので、5万人記念配信をやりました。で今週やったコラボはなっちゃん猫派とのエーペックスと、あとはまたたびちゃんと、あとアンジとのエーペックスと2日連続でエーペックスをやったんでだけど、あの私結構気に入ってるのがですね、これ何のやつだ、このサムネ私めちゃめちゃ気に入ってるんだけどさ、あこれめちゃめちゃ削ってるやつだ、よいしょ、このサムネさ超可愛くない、これこれ見て、これこれすっごい可愛いじゃん。でもねクリック率がねものすごい低かったの、これなんでダメ、これ押してくれないの、これだったらこれいいと思ったんだけどな、やっぱもうちょっとトリガー強めにしないとダメだったかな。これ可愛いのにな、なんか驚くほどね再生されなかったもん、この配信そんなにみんな見ないのって言うぐらいこれ再生されなくて結構落ち込んでましたね、私としては。これ可愛いでしょ、だけどダメなんだよね、これだと新規が取れないんだよね。クリック率 1.7%、 そこだけ見るとまあでもそんなもんかな、インプレッション数結構あるのにな、 1.4% よくないね、ダメか、すっごい動説低かったのこの時、結構落ち込んでた私。スイさんはドライブ好きですか？ドライブ好きですよ。中国、韓国、台湾はプロモ権限がない。そんなことあるんだ。へえ、まあ。タイとベトナムはちょっと試してみるといいと思いますね。スイさん、Are your glasses removable? No. I cannot remove my glasses. 新シャンソン歌手、新シャンサンソン賞。シンシャンソン歌手、シンシャンサンソン賞、シンシャンソン歌手、シンシャンサンソン賞かな。バニラさん、お風呂行ってらっしゃい、おやすみなさい、ゆっくり寝てね。これからやってみようと思うゲームとかありますか？これからか、新規にっていうことだよね。あの PSO2 はちょっとやってみようかなと思ってますね。 PSO2ちょっと興味あって、あとなんだろうね、なんかもう一個ぐらいあった気がしたんだけど、パッと思いつくとこはそれぐらいかな。めちゃくちゃ可愛い、可愛い、これは可愛い、やったぜ、けどダメなんだね全然再生されなかった。DJOAGEN DJOAGEN Thank you for coming DJOAGEN The most loved girl in the picture is the cutest. Thank you so much. It's me. You know? アンパンチ、そうアンパンチよ。え、新春さん春歌手、新春三春賞、新春三春歌手、新春三春賞、新春三春歌手、新春三春賞かな。フォントもバッチリ、めちゃめちゃ合わせた。え、みゃおちゃんこれ可愛いでしょ、本当にね、これ見られなかった、これはめちゃ良かったので用事あって見れてるのにクリックしちゃった、嬉しい。リアタイしてて楽しかった、よかった。なっちゃんがさ、本当に今まであまりコラボとかせずに来たから、なっちゃんのね、お友達を増やしたかったんだよね。だから、なっちゃんと猫が今も仲良くなってるといいなと思ってます。By the way, why Suisun get called old man? ん? What do you say? What did you say?
普段ウェブマナーとかを、デザインしてる自分からすると全体の緩みが弱いとクリックしてもらえない。ふんふん。あ、ブルーウッドさんがまたいる。え、ブルーウッドさんってデザインもできるんですか？嘘。やば。逆に、まあでもね、YouTube はやっぱ私ずっと言ってるんだけど、あのトリガーですね。あのサムネの中にトリガーを用意できるかっていうところが一番こう重要かなと思います。トリガーっていうのはなんでその動画をクリックするのかっていう動機になる部分のことですね。それの設計ができてるとクリックされるし、それがないとされないっていう感じだね。アークナイツ勢のリスナーが増えた。増えたのはいいけど、私のじゃあ元々のリスナーはどこ行ったのよ。その時の配信を見に行きたかったですが、課題に呼ばれて行けなかった。タリオンちゃん、とりあえず再生はするの。とりあえず再生して、で、見れないんだったらもう閉じとく。そう、そういうこと。NGS は面白い。やったぜ。そのうち手を出そうかなと思ってます。原神に手を出してみませんか。今どこまで行ったかな。レベル20過ぎぐらいまで行ったのかなっていう感じのところで今終わってますね。なんか原神酔っちゃうんだよね。はい、ランちゃんお仕事頑張ってね。 I have a favorite JDM cars. I like Silvia. 日産 Silvia S15. I like, I really like that. メガテンはやったことないね。ペルソナは5はやりました。これはいけると思ったやつが伸びないとマジで悲しい。イロハはあれだよね。多分ツイートの方なんだよね。伸びないのは。イロハなんかも全部可愛いの。なんでイロハもっと伸びないのかって思っちゃうね。Is Suisan doing a tongue twister? I don't think so. Just an order from my viewers. なっちゃんはユーモアセンスが高い。なっちゃんはめちゃめちゃいいよ。なっちゃんすごいおすすめだもん私。T ジョージェン、フレディフライドフレッシュフィッシュフリーオンザフェンダー、どうしたのそれが。なっちゃんと仲良くしていただきありがとうございます。池吉さんはなっちゃんのところのリスナーさんなんですか。なるほどね。なっちゃん、私なっちゃんと1日1回は絶対メールしてるもんね。メールというか、あの、ディスコードだけど、すっごい仲良くしてる。あ、みょうちゃん、ほら、いってらっしゃい。私も大好きだよ。いってらっしゃい。カルガミちゃん、こんばんは。来てくれてありがとう。あ、サムネのトリガーですか？いいですよ。あさみちゃん、あとは、しょうゆさん、こんばんは。来てくれてありがとう。これ、私の配信だからさ、人の例が説明できないので、私のやつで言うしかないんだけど、トリガーがあるサムネっていうのは、ちょっと待ってね、一番いい例は何かというと、どれかな。あ、じゃあこれにしようかな。はい。いや、これ違うな。ちょっと違うね。ちょっと例として適切じゃないね。あれかな。あ、これがね、これが一番いい例だわ、最近だと。なんか600万円さ、広告で溶けたってどういうことってまず思うじゃん。なんでそんなにお金あるのとか、どうやって使ったのとか、何に使ったのとか、結果どうしたのっていうことがすごい気になると思うんですよ。だから600万円広告で使った結果が気になってクリックしちゃうっていう、そこの部分のことトリガーっていうふうに呼びます。私が勝手に呼んでるだけなんだけど。とか、あとはそうですね、例えばまあ悪内のこれとかはそうかな。あれどこ行った、あのガチャのサムネ。あれやばい、1個サムネない。なんでガチャのサムネない。まあいいや、じゃあちっちくのやつにしよう。これだったらさ、
あの最近の VTuber 業界を語ってくれる、しかもアナリストが2人っていうのがトリガーだよね。最近の VTuber 業界についてのことがいろいろ知れるんだなって思うから、最近の VTuber 業界を知りたいっていう人が、クリックするっていう、これがトリガーですね。で逆にトリガーがないサムネイルっていうのが、さっきのソルエキエーペックスもそうだし、あとはね、私雰囲気で結構押すんだけど、あれサムネが全然整理されて出てこない。とりあえず綺麗に作るっていう感じのやつ。全然出てこないわ。もうちょっと情報整理しないとダメですね。どれ？雰囲気のやつ。エペのやつとかそうだった気がするんだけど。ない！ないわ。全然ない。あったあった。これとかそうですね。これはね、雰囲気ベースのやつですね。なんとなく綺麗だから、押しちゃうみたいなやつ。なんとなくデザインがいいから押しちゃうっていうのが、トリガーがないサムネですね。これからそうします。課題があっても再生します。ナイス！タリオさん、そしたら私はめちゃめちゃ感謝します。NGS は今10周年してるから育てやすい。なるほどね。マイクラ再開予定ありますかね？今のとこないかな。シルビアとマジ峠ありました。怖かったです。気をつけてください。ネモさんこんばんは。来てくれてありがとう。大きい車も似合いそうですよ。アルファードも結構好きですね、私。ワンボックスだったらアルファードが好きかな。なっちゃんとのコラボからちょくちょく来ている。嬉しい。池尾さんありがとう。すごい助かる。なっちゃんと私はあんまり配信時間かぶってないのがいいよね。何が起こったのかはっきり分かる上にインパクトがすごいですね、このサムネ。ねえ、分かる。セフィーさんこんばんは。来てくれてありがとう。That is a very cute スイさん。イエイイエイ。日付変わって7月17日になりました。なりましたね。確かにトリガー強いですね。分かりやすいです。そうそうそう。トリガー超大事。内容ありの釣りっていうことですか？釣りはさ、中身と外身に違いがあることだと思うんだけど、一致させることの方が大事かもしれない。中身と外身を一致させて、かつこう中身が気になるように作るっていう、そういう感じかな。スパイファミリーは私は一巻だけ読んだのかな。あそこで。コミックシーモアで、一巻無料だったから、一巻も読みましたね。たくさんがたくさんいる。面白い。あ、そう、プレイマットの絵ですね、あれは。今更初フォトの、あれね、見る？今更初フォトのやつ。あれはさっき見つけた。これね。これもなんか、今更初めてやる人って初見プレイどんな感じなのかなとか、これもまあトリガーの例ですね。いいと思います。で、フェイスリグがバグってるね、今。ちょっとフェイスリグ再起動します。という、トリガーを意識するのはやった方がいいですね。うん？カイさん、チャンネル登録ありがとう。よかったらコメント持っていってください。おい。ターゲットを決めて興味を引くアイコンやワードを置く感じですかね。そうそう、そんな感じ。行動を呼び起こす因子みたいな感じかな。ウィリプロスタチビスイさん、およ、インスタグラム。ああ。I don't know. Someday, maybe. 自分は美人な姉様がいればそこへ行く。そういう人にはね、ああいう雰囲気のサムネが刺さるんだよね。ハイエース運転してたらベルファイアに幅寄せ食らった。気をつけてね。
今更というか VTuber をやり始めたのが遅くなっただけじゃない。でも VTuber を始めてから1年半以上経ってからやったからね。フォトナー、今更初フォトナーが一番印象残ってる。スイさんのサムネすごい、全部いい、すべていい、うっそ、ありがとう。さっきの可愛いサムネだと後ろにエペのキャラをうっすら人数分並べられてエペ感増えたのでは。それどうなんだろうね、わかんないや。やってみて、あの試してみないとわかんないね。動画上げるとなるとサムネも重要、大事ですよね。それはそう、サムネが良くないとそもそもクリックされないからね。ルシグレさんこんばんは、来てくれてありがとう。あのトリガー、雰囲気がトリガーになるのは全然あると思うね。なんとなく雰囲気良さそうでクリックしたことない、みんな。ちなみにあの YouTube の急上昇を見るとさ、大半はね文字とかほとんど入ってないからね。入ってても6文字とか7文字みたいな、全体の雰囲気で押して細かいところはタイトルで語るとかが多いかもね。個人的に三角形バルの目がキリッとなってるのが好き。わかったわかったわかった、あれでしょ。あれ私の中でも結構フェイバリットサムネですね。これでしょ確か。これはね、私やってんなんかもうすごい上手いと思ったもん。自分で言うのもなんだけど、これは上手かったね。あの文字をさ、わざとはみ出させるっていうやつやったことなかったんだけど、結構うまくいったと思う。 I have to go sleep. Thank you for the stream today. No, no, it's my pleasure, Mr. Komi. Miss Komi? Mr. Komi? Have a good sleep tonight. カズさん、ワンエディさん、水口さんこんばんは、来てくれてありがとう。チャンネル登録解除してからまた登録するとさっきの感じで出てきますか？人によるんですよね。なんか自分がチャンネル登録したことがバレてもいいみたいな設定になってる人が出てくるはず。あ、そうそう、あのツーバスさん、そうなんですよ。サムネがいいと配信内容もクオリティも高そうに見えるんだよね。そうそうそう。そう、カズさん今ねサムネの話してました。スイさんが声真似するとするなら何のキャラできますか？何もできない私。あ、バラライカさんの真似はできるけど中途半端だからやりたくない、もう。以前バラライカさんのモノマネは結構やってましたね。お米ちゃん、お米ちゃんいらっしゃい。え、お米ちゃん、ちょっとこれ評価もらっていいですか？じゃあお米ちゃんに評価を求めていく。これ結構私の中でもこうフェイバリットサムネなんですよね。だいぶ上手くなったかなと思うんだけど、サムネ作るのもインパクトがすごいし顔が良すぎる。ありがとう、すごくインパクトがある。うんうん、あるよね。スポーツ番組の予告に近い。あー、なるほどね。そういえばこの前某 VTuber さんのビキニのファンアートを書いてサムネ作ったら、え、待って待って、ブルーアットさんですファンアート書けるの？嘘でしょ、イラストも描けるの？やばすぎる、ハイパーメディアクリエイターじゃん、やば。それはエッチなサムネは伸びますよ、もちろん。コロスケかバラライカが上位に来よう、確かにできるかも。コロスケもできるわ。ちょいとレースゲーの練習見てきます。はい、いってらっしゃい。配信はつけっぱでよろしく。サムネは雰囲気なんで見ても覚えてないことが多い。そりゃそうだよね。サムネを作りながら聞いてるの。なるほどね、カルガミちゃん。いいと思います、とても。二系点あげる。エッチなサムネ作る系の人ですか？私作ったことないんだよね。それこそ釣りって感じだよね。ハイパーメディアクリエイター伝わらないの、今。ダメなの、ハイパーメディアクリエイターは。さて。で、私が、そう、先週、そう、みんな聞いて。1ヶ月前だから、ああ、もう2年と1ヶ月経った。2年と1ヶ月経ちました、デビューから。長いね、もう新人とは言えないね、全く。そして5日前か6日前にチャンネル登録が5万人超えまして、
今はもう5万600人かな。あれからも堅実にこう、皆さんにチャンネル登録をしていただいていて、すごく嬉しいです。あ、さだなみさんじゃん。こんばんは。来てくれてありがとう。タイトルの雰囲気に合わせたイラストのチョイスが上手。嘘でしょ。お米ちゃんが私のこと参考にすることある？ないでしょ、別に。お米ちゃんはもうプロだもんね。本当に。めちゃくちゃうまいなと思ってる。で、そう、今のところまあ順調に来てまして、1日100人なんですよ。1日100人はチャンネル登録が取れないとですね、来年中に登録者10万人いけないんですよ。あ、この世のどこかにね、つあれね、全然エッチじゃなくない、あれ見る、みんな。あれはですね、全然エッチじゃないよ。これでしょ？エッチの絵の字も出てこないね、これ。だって谷間もないんだもん。でもなんとなく可愛いし、夏っぽくていいよね、これ。で、そうそう、みんなデビューから2年と1ヶ月が経ちまして。で、今の目標はですね、10月中旬ぐらいにチャンネル登録、6万人。で、年内に6万5000人が今の目標になってます。いやー、伸びたいですね、引き続き。素人なのでよくわかんないけど、1日100人って個人税には厳しい数字なん、どうなんでしょうね。平均で言うとですね、月に400人増ぐらいが多いと思います。月間に400人だから、1日10人ぐらいですか、1日13人ぐらい増えてるっていう人が多分一番多い。一番多いことないね。平均はもっと下かな。あ、高木さんスーパーチャットありがとう。イェイイェイ。安城さんもこんばんは。来てくれてありがとう。平均で言うと250人とかかな。1日10人ぐらい取れてたら結構普通よりはちょっといいぐらいかもしれないですね。っていう中での1日100人だからね。私絵師だったんですけど、スイさんの絵を描いてみたいのですが、許可は取ってもいいですか？全然いいですよ。私、ツイッターのコツイのところにですね、私のことを使っていただく、こう、規約みたいなのが書いてあるので、そこで判断してもらったらいいかなと思いますが、基本的にはやってもらって大丈夫です。小倉さん、おやすみなさい。今日もお疲れ様でした。ごゆっくりこの後はお休みください。うん、そうで、月200とか300の人が多い中で、私はこう1日100人取らないとダメだから、私は月間3000人ぐらい取らないとダメなんですよ。あ、かなでちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。かなでちゃんもめちゃめちゃ頻繁に私の配信見てくれてすごい嬉しいです。いつもありがとうございます。あと、マヤンドラ。Hello, thank you for coming. How was your day today? How do you spend your good Saturday? チャンネル登録が1ヶ月で3000人増えるのは、7市とかでもあんまりいないですね、正直。とは思います。超トップクラスだね。1ヶ月3000人は。デレセさんこんばんは。来てくれてありがとう。あ、みゆちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。あと、さつらいさんこんばんは。来てくれてありがとう。ちょっとお水つごう。やっぱ雑談配信がすっごい喉乾くね。喉乾くというか、口の中が乾く。さすおじさん、さすおじさんって言い方いいね。柏原さんこんばんは。来てくれてありがとう。スイさんの声、気持ちが落ち着くので好きです。めちゃめちゃ嬉しい、ありがとう。私、自分の声に全然自信ないからさ、そう言ってもらえてすごい嬉しいです。I'm fine, thank you for asking how I'm doing. Nice。広告紹介って緊張しましたか？全然。
あまり緊張するとかないですね、私。例えば2年1ヶ月経って今5万500人で、個人勢 VTuber の中では今多分ね70位に入ったぐらいかなと思います。これからですね、今まではというかチャンネル登録3万人ぐらいまではとにかくなんかこういい配信をしようっていうのが目的だったんですよ。で、3万人超えてからコラボでなんかこう界隈でのこう認知度を高めようっていうことを目標にやっていて、コラボをね3万人から5万人まではめちゃめちゃしてきた。で、5万人からは、だからフェーズ1、2、3があるわけよ。川崎水 1.0 がチャンネル登録3万人まで。で、ここまではとにかくいい配信をするっていう感じで、チャンネル登録3万から5万まではお友達を増やそうで、川崎水 2.0 で、これからですね、チャンネル登録5万から10万がね、川崎水 3.0 で、今までと同じことやってても絶対同じように伸び続けられないから、やっぱなんかね、今までと違うことしないとダメなんですよね。なので今次々新しい手は打っていて、結構裏で動いてることもいっぱいあるので、またちょっとね皆さんに発表できる日を楽しみにしています。ファンボックスとかではお話ししたりしてるんですけどね、ファンボックスとかでは結構ねあんまり隠さず何でも言っちゃったりしてるかな。スイさんに耳元でささやかれたら発狂するかも。なるほどね。ワームさん半年超えました。でもメンバー歴もう10ヶ月って書いてるけど、支援ありがとうございます、助かります。これどうなんだろう、ポッエコーない方がいいのかな。大さんおやすみ。こういうことですよね。これでなんだっけ、発狂するかも。発狂しましたかね、これで。サスオジと略して呼んでくれる方が増えてきて嬉しいです。じゃあサスオジって書いとこうかな。私じゃあ入れとくね、サスオジって。サスオジってさ、何人ぐらいの V さんの配信巡回されてるんですか。ひさなぎさん、あとはかんなさん、こんばんは、来てくれてありがとう。 Thank you for coming。 お酒はね全く体質的に飲めなくて、水かコーラゼロかどっちかしか飲んでないですね。分析力も相まった行動がえげつない。いやだってもう情報がないとさ勝てないもので、私やっぱりいやこれ何回言ってもさみんなにまあ怒られるんだけど、自分としてはやっぱ魅力がない人間だと思ってるし、凡人だと思ってるから、なんか普通にこうやってたらダメで、なんか魅力は、本人に魅力はなくても戦略で頑張ったら勝てるんじゃないっていう説を昔から提唱してて、で今ね戦略で勝つべくこうプロモーションをメインに頑張ってますね。だから私がやってることって再現性があると思っているので、結構いろんな人の参考になるんじゃないかなって思ってます。だから自分に魅力がないっていう人は私の真似したらいいと思う、多分ね、多分。一部のさハイパー魅力的ガールたちはさ真似できないからね。だって宇佐田ペコラちゃんみたいなことしなさいって言われても無理だからね。みんなあんなに可愛い配信できないから。うん、だからねこう凡人なりの戦い方を頑張ってやっております。スイさんの声は気持ちが落ち着きますので、睡眠も課題も集中できる。ナイス。
楽しんでいてください。落ち着いていてください。ドキッとした、イエーイ。いや皆さん、あとは行政さん、こんばんは。来てくれてありがとう。打つ画面に7ヶ月って書いてあった。私の画面だと10ヶ月って出ましたけどね。毎月打っていたのになぜなのか、なんでなんでしょうね。凡庸と思って分析に入れる人も急なんですよ。そうなのかな。でも分析は誰でもできるよ。私もちょっとかじってるぐらいだからさ、ちょっとマーケの本とか調べたらさ、私と同じようなことできると思いますけどね。ここまでロジカルに配信を設計できるのが一つの大きな魅力。ブルーウッドさん、なんかめちゃめちゃ私のこと褒めてくれるじゃないですか。とっても嬉しいんですけど、助かる。20〜30人ぐらい回ってる。へえ、すごいね。さそうじタリオンさんがささやきボイスで慌ててる。あざとかわいいの、ちょっと何、ちょっとちょっと何なの。最近スイちゃんやトウバちゃんのおかげもあってか、個人 V の方からフォローをもらうようになった。個人 V のみんなも応援するレイヤーになっていきたい。イロハってさ、トウバちゃんとも結構親交があるんですか。いつかさ、私とトウバちゃんとイロハとでコラボする。なんかイロハは声出しはしないんだっけ。あとプルガトリオさん、3355さん、こんばんは。来てくれてありがとう。 VTuber は今も引き続き1日10人ぐらいは増えてると思いますね。なので月間で300人ぐらいずつは増え続けていってると思います。あとは笠野雄一さん、こんばんは。来てくれてありがとう。多分今2万〜2、3千人ぐらいはいると思いますね、VTuber。C3SR4 さん、Hello! Thank you for coming! How is your day today? スイさん、マジで一生に一度の願いです。一生に一度の願い使うの早すぎない？翼さん、好きです。おやすみ。ゆっくり休みな。スイさんは美人な清掃姉様。そうだよ。そうだよ。男女含めて多分2万〜2、3千人ぐらいだと思いますよ、きっと。川崎スイ調べだからね。ちょっと本当かどうかわかんないけど。進行は一リスナーとして配信したり、コストしたりって感じだよ。なんかさ、絶対、普通さ、個人 V のコストがしないから、なんか普通にこう、オフラインの友達かなって思ってた。イロハとトウワって、多分言ったらやってくれんじゃない。トウワも3人でコラボしようって言って。 VTuber はよくわかりませんが、雑談しながらゲームできる人がいるのは楽しそうだなって思います。楽しいよ、雑談しながらゲーム。なんかやっぱお友達、なんかさ、人生 QOL 上げるのにお友達って結構すごい大事だと思うんですよね。なんか気の置けない仲間の数ってさ、友達の数って QOL に大きく関わってくると思うから、みんなもできたらね、楽しいお友達とかは見つけれるといいですね。一緒にゲームしたりとか、それがなんかまあお友達でもいいし、好きな VTuber と一緒に遊ぶでもいいんだけどね。いろはちゃんはめちゃめちゃいい子だね。ということで、今川崎水 3.0 をいろいろ考えてるんですけれども、そのうちの1個はですね、最近皆さんがまあよく、最近じゃないね、今私が、いや違う、今広告売ってるさ、600万の動画見てくれた人はご存知かと思うんですけど、自己紹介の動画をですね、めちゃめちゃこう再生回してるんだけど、あの動画を作り変えようかなと思っていて、すっごい今回はね、すっごいかっこいいの作ろうかなと思って、ネオポルテのティザームービーみたいな、ああいうのをね、作ろうと思っています。なんかもうかっこよさ全振りのやつ。
前回のやつは内容推しだったから、あ、こういう V さんがいるんだ、素敵だなっていう感じで見てくれてたと思うんですけど、今度は雰囲気で、めちゃめちゃ雰囲気いいねこの人っていう感じで認知取ってチャンネル登録につなげるっていうことをしようと思っていて、結局それもまだ広告はもうまだまだ打ちますので、多分ねトータルで広告1000万は見えてるなと思いますね。それぐらいしたらね、やっぱ同じ動画を広告打ってると結構効率下がってくるから、あの新しい動画にして効率をまたリテンションしたいっていう、そういう感じですね。ネオポル鉄球？そう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 、あの私の動画今回作ってもらってる人って、普通にあの普段ニジさんとかホロさんの動画作ってる人だからさ、あ、ワームさんスーパーチャットありがとうございます、助かります、ありがとうございます、あの良きように配信に使わせていただきます。ゆのちゃんこんばんは、来てくれてありがとうあ、クレスタさん、あ、サンキューフォージョーニングマイメンバーシップありがとう、水組へようこそ、来てくれてありがとう。あのユノさんはあれだよね、 V さんだよね、なんかあのツイッターでちょこっと絡んだ気がする、ちょっと調べよう奏でる音ユノちゃんいた、え、待ってごめん、ユノちゃん私フォローできてないじゃん、あれ、え、ユノちゃんどうやって私のこと見つけてくれたの、 YouTube も見に行こう、デビューして3ヶ月ぐらいかな、頑張り時ですね、新人 V さんっていう時ですね、ちょうど。ね、そう、カズさん、あのね、雰囲気でしか刺さらなさそうっていう、これがまさしく大事で、今まで私雰囲気勢じゃないところを刺してきたから、多分残ってるのよ、丸々雰囲気勢が。だからね、今空いてるところに差し込めると思ってますね。個人でもすごい企画されてる感あると、おってなりますね。わかる。あんまやってないけどね。クレッサさんこんばんは、来てくれてありがとう。名刺もありがとうございます。すごい助かります。同じ広告が長くても今まで捕まらなかった人にフックしづらい。そうなのよ。だからさ、今までやってたのと違う、方針のやつがやりたくて、それで結構ね、変えました。今配信終わり、ゆのちゃんお疲れ様。何してたの？ゆのちゃんの今日の配信はこれかな、歌枠かな。お疲れ様。え、ゆのちゃんって今日来てくれるの初めてですか？じゃないよね、この間も来てくれたかな。雰囲気なら TikTok でやれませんか？やれると思うけど、さっきも言ったように TikTok から YouTube に渡すこのメディアの壁がすごい厚いから、だったら最初から YouTube でやった方が効率がいいだろうっていうのが今の私の論ですね。ネオポルテさんは起業者だと思います。出たごめん、クソデカクソデカドネオとごめんなさい。サンキューフォースーパーチャット、ドンワムちゃんありがとう、助かります。有効に活用させていただきます。声とか話し方が好き？うっそ、ゆのちゃん私の声とか話し方好きなんですか？助かる、ありがとう、めちゃめちゃ嬉しいです。新人は一般的には半年ですね、一般的には半年が新人っていうふうに言っていいと思います。いつも勉強させていただいてます、本当にありがとう。一期生のデビュー PV、 それですね、多分ティザームービーでしょ、一期生のあれですね。目ん玉飛び出た、ごめんごめんって。あ、リプはしたことあるんですけどコメント初めて。うっそ、じゃ初見さんじゃん、ひのちゃん初見さんいらっしゃい、ありがとう。あと、いろはちゃん、私そのネタ大好きなのよ、すばちゃんありがとう。私東北大学さんすごい好きで、あの動画何回も見てますね私。え、イロハちょっと待って、2回目だよそれ、バグってるバグってる、イロハそれもうスマホバグってるわ、大丈夫それ、気をつけて、2回目やっちゃってるから同じやつ、気をつけてください。スパチャありがとう。
皆様のねちょっとした善意が私の活動の足しになっております。ジュリアンさんチャンネル登録ありがとう。よかったらねコメントもいただけるとすごく嬉しいです。あとまだ高評価をしてないっていう人は押していただけるとすごく助かりますが、高評価310いった、すっごい。今視聴回数1600回だからさ、6人に1人は高評価をしてるみたいな感じ、すごい。いや本当に皆さんのねご支援のおかげでなんとかやっていけてるなっていう感じですね。海内さんこんばんは、来てくれてありがとう。あとはあのチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。個人税で10万に行くっていうあの夢をね叶えたいなってずっと思っていて、あのまあそんなに好きじゃないけど応援してやるかっていう人はですね、よかったらチャンネル登録の応援していただけるとすごく嬉しいです。なるけまさん、メンシーありがとうございます。水組へようこそ、これからも仲良くしてください。あとまるさん、初見さんいらっしゃい、こんばんは。声が癒されます、本当ですか、嬉しい。声に自信がないのでそう言っていただけるとすごく助かります。高木さんもスーパーチャットありがとう、イエイイエイ。水さんのためにやっぱり最後まで見るのが私の務めです。せっかく一生に一度の願いを聞いていただいたので何が何でも起きたいと思います。いや寝てもいいんだけど次も来てよ配信。なんかさ今日だけ見られても意味ないんですよ、毎日見てほしい。毎日面試はえ面試誰か教えてあげて。なんか最近ねスマホからでも YouTube アプリでだんだん見れるようになったっていう話なんだけどさ、あのサファリであの私の YouTube のチャンネル開くとチャンネル登録のボタンの下ぐらいにあのあるらしい。えゆのちゃん声褒めてくれるの、すごい嬉しい、ありがとう。妖艶って嬉しいな、ありがとう。アロクさんこんばんは、来てくれてありがとう。えなんかニュースになってました、そんなのある、あの俺的ゲーム速報人さんぐらいですか。10万いってる人言いましょうか、私なんかもっとガチって探したらもうちょっといると思うんだけど。寒いさんこんばんは、ふうさんもこんばんは、来てくれてありがとう。個人税で10万いってる人はまず多分トップがですね桜コロミンさんですね、元ゲーム実況者の。あカルガミちゃんチャンネル登録ありがとう、嬉しい。あゆのちゃんも私には出せない声の魅力、みんなねそれぞれの良さがあっていいんだよ。最近夜の作業のともにスイさんの声に癒されてます。黒豚さんありがとう、嬉しい。有効に活用させていただきますね。黒豚さんは今日は何の作業してるの。あツバメさん嬉しい、ありがとう。でトップが桜コロミンさんで、次が天塚ウトさん、そして元エンタムの猫宮ひなたさんからビッグホーのガッチマン V さんでしょ、で懲役太郎さんで中国語系の V さんのアンニミルさんで元アップデートの歌井メイカさんで神楽メアさんでオメシスさんでバーチャルおばあちゃん名取サラさんでポンポコちゃんでディープブリザードさん、イラストレーターので、ウンモミミさんかな、あとはトマリマリちゃんで、ヤキマユルちゃん、イラストレーターの。で、夕霧チャンネルさん。で、ナイトメアさん。で、ポチマルさん。ここまでが個人で20万以上の人ですね。ちょっと絵を描いていました。黒豚さん、絵を描けるんだ。すごいですね。タサさん、こんばんは。来てくれてありがとう。ちゃんと毎日来てもろて。で、10万人以上で言うと、ピーナッツくん。あと ASMR 系が続きます。レイキラさん、アルカさん、ポラリス流星群さん、ユーリさん。で、イラストレーターの神仏ひものさん。で、あの、今坂白野さん、ASMR の夢のしおりさん、タミヤストモエさん。で、パカエルさん。そして、あの、車系の花香琴音さん。あとは男性の要とハルキーさん。で、金美館通りの藤村さん。で、泊まりまりちゃんのお友達の中野さん。ASMR の本田ポコちゃん。そしてクオンタマちゃん。で、元星巡り学園の夕ヶ崎
A さん、で、マオマグロナさん、この辺がですね、10万超えの個人勢ですね。ナイトメアってかっこいい。スイさんはどう思いますか？ナイトメアさんはサブタイトルがあって、ナイトメア耳なめお化けっていうタイトルなんですよ、チャンネル名なんですよね。だからちょっとかっこよさよりは可愛い方に寄せてるかもね。ナルケマさん、更新助かる、ありがとう、イエイエイ。そう、歴戦のメンツでしょ。なんか10万人超えるってこういうことだからね。まあ、今の魔王マグロナちゃんと同じぐらいの人気ってことだからね、チャンネル登録10万って。ケイソンちゃん、ケイソンちゃん、そうかそうか、そうですね、そうかもそうかも。もうケイソンちゃんとか入れ出したらもうね、知らなかった。そうなので、個人勢のそこまでで37人かな、います。いや、この中に混ざるってことだからね。個人勢で言うと10万いったら37位とか8位ですけど、 VTuber 全体で言ったら300位ぐらいかな、280位ぐらいになると思います。たけるさん、こんばんは、来てくれてありがとう。 It seems I'm the only one who speak English here. No. There's so many English speaker here. Raise your hand. If you're the overseas fans.自分が見始めてから50人も増えてる。え、何が何が？いっぱいいるよ、ここに英語喋れる人。池内さん、おやすみなさい。お疲れ様でした。今日もごゆっくりお休みになってください。Hello, Mr. Brett. Okay, nice.ね、いたでしょ、タケルさん。There's so many English speakers here. なんかね、チャンネル登録10万超えたぐらいからね、正統派がいなくなるね、普通の人って。なんかイラストレーターとか、ASMR とか、あとはその風俗に詳しいとか、アンダーグラウンドに詳しいとか、特化型が増えますね。あ、高梨さん、こんばんは。ん？高梨じゃないの、それ。小鳥遊び、逆に逆に小鳥遊びってこと？職人さん、いらっしゃい、来てくれてありがとう。あと黄色ちゃん、お久しぶり、来てくれてありがとう。この間ディテクティブの案件ありがとうね、喜んでたよ、いわみさんが。あとは春さんのこと調べてみよう。高梨、春さん、逆に小鳥遊びね。あ、デビュー1ヶ月、そろそろ？そうなんだ、おめでとう。1ヶ月続いておめでたい。なんかね、VTuber って最初の1ヶ月とかで3割ぐらい辞めるからね、確か。高梨で合ってるの？だって、小鳥遊びチャンネルって書いてるじゃんか。いっぱいいるっすね。そうなのよ。登録が多いから大手コラボで見るのか、大手コラボに出るようになってから登録が多くなるのか、それは相乗効果だから鶏卵の話ですね。いろはの彼氏のアギーシャちゃんがチャンネル登録ありがとう。今隣にいるの、いろはちゃん。ありがとうって言っといて、直接なんか送ろうか、彼氏に。それおかしいね。いろはちゃんのアマゾン欲しいもからなんか買いますか。こんな深夜帯にスイさんはいつもライブしているんですか？だいたいね、22時か22時半ぐらいの間に開始することが多いですね。あ、マリちゃん、 Thank you for super chat. Thank you so much. Thank you. ちょっと音楽変えよう。タケル、 I'm from Philippines. Yay, yay, yay.よかった、いい商品でした。あれね、あんなエナドリあるって思わがなかったもんね、黄色ちゃん。またなんかああいうのあったら紹介させてね、黄色ちゃん。チャンネル名、なるほどですね。チャンネル名が小鳥遊びチャンネルで、 VTuber のお名前が高梨春ってことね。まだやってた。こんな長時間雑談できるなんてトーク力半端ないですね。でも面白いかどうかわかんないよ。私が今面白いトークができてるかどうかは自信がないけれども、皆さんが喜んでくれてるといいなと思いますね。
ありがたいことにやっぱコメントくれる人が多いから、皆さんのコメント読んでるだけでね、おしゃべりが成立しちゃうからさ、すごい助かってます。一人で3時間まんま喋るって言われると結構きついかもね。大きいテレビで一緒に見てる。あ、そうなんだ。テレビで、ありがとう。え、ちょっとメッセージ、彼氏からのメッセージまだ来てないけど、コメントも打ってもろて。同居始めたばかり。なんか引っ越しするって言ってましたもんね。いいな、幸せで。幸せそうでいいね。ネックさんは癒しボイスで眠気が悲惨なので寝ます。はい、皆さん、これ今からテストに出ることを言いますけれども、VTuber の配信落ちるときはですね、配信はつけたままですね、音をゼロにして画面は見ずにですね、パタッと地面に倒しといて、動接を稼いだ状態で寝るとですね、めちゃめちゃ喜ばれます。よりひろさんとリジバさん、こんばんは。来てくれてありがとう。喜んでお話ししてる人が130人、聞き専込み。いや、すごいよね。今日も140人も聞いていただいてありがとうございます。でも本当、一時期、同説ね、雑談だけで180ぐらい出たからさ、すごいよね、あれ。リンゴが一つありました。このリンゴからみかんを入れてから食べると、リンゴは何個になるでしょうっていう問題があったんですけど、どう思いますか。まあ、特にどうも思わないですかね。時々プチって言ってる。嘘、私側では普通なんだけどね。回線が悪いのかな。コメントなしの時にみんなどうライブ回すのが一番気になる。スイスさんのエンディングにかかる音楽が好き。あれはですね、エンディングを作ってもらった人にフリーの音源から持ってきてもらったものだから、私は曲知らないんだよね。イライアスさん、こんばんは。来てくれてありがとう。VTuber の川崎スイと申します。よろしくお願いします。イライアスさんは今日はどうやって私の配信見つけてくださったんですか？なんか、コラボの時に違う枠の配信で私のことご覧になってませんでした？お名前見かけたことある気がするんですよね。ね、ゆのちゃん、それめちゃめちゃ嬉しいでしょ。そう、配信つけたまま落ちる、最高に喜ぶよ。VTuber が一番喜ぶのは、なんか100円とか200円とかのスパチャよりですね、配信が始まったらまず真っ先にやってきて、高評価をして最後まで再生し続けてくれる人なんですよ。だからもう落ちるってなったら、iPhone とかだったらパタって地面にさ、画面つけて光が漏れないようにして、音もゼロにして再生続けたままにすると、もうめちゃめちゃ喜ばれる。それは不安音とマザボの光で寝れないのでネックさん、あんたスマホがあるでしょ。スマホかタブレットがあるでしょうが、それで開きなさい。タリオさん、おやすみなさい。お疲れ様でした。スイさんの声は落ち着きますので、よかった。言われた通り配信つけたままで寝る。偉い。VTuber のこと考えれて偉い。140人はちょっとしたセミナーレベルですよね。確かに。雑談で140人はまあまあすごいけど、やっぱり、私の友達、でさ、やっぱりフィガロちゃんとか歌枠で同説1000とか行くし、マダちゃんとか馬娘で同説500とか行くし、あと誰、そう、闇のアビスちゃんとかも FF で同説500とか行ってたしね。あら、ねねかちゃん、ありがとう。いいのもらっちゃって。スパちゃん、ありがとう。助かる。ねねかちゃんも活動頑張ってね。応援してるからね。瞬断してるかも。そうなんだ。やば。YouTube くん、頑張ってもろて。イリさん、あとは、神田なんて呼ぶんだ、
神田さきとさん、さきとんチャンネル、なるほどね。神田さんと透明人参さん、こんばんは。あとはリノさん、スーパーチャットありがとう、助かる。作業終わって飲みながら落ちて、スイさんの朗読枠で朝を迎える、最高じゃんそれ。黒豚さん超助かる、ありがとう。自動再生でアーカイブ連続再生。あのね、加藤先生、それで言うと、あのめちゃめちゃ長い動画を見てもらっても、あの広告費は1再生だからさ、あのあれですね、 VTuber 向けの VTuber さん向けのショートクリップとかをあの再生してもらうのがすごいいいかもしれない、もしかしたら。ゲーミングライター悪い文化、寝れないもんね。スイさんの朗読で寝てしまう、嬉しい。あれね、私自分で言うのもなんだけど、結構聞いてて寝やすいと思うんですよ。皆さんいかがでしょう、あれ寝やすくないですか。私の声って結構寝落ちに向いてると思うんですよね。スイさんの話を聞いてからやむを得ず抜けるときは配信はミュート放置するようにしてます。天才よ天才。旧スマホで再生リストを流しっぱなしの画質、ナイス。あとめんだこちゃん、久々つぱちゃん、ありがとうございます、助かる、嬉しい、ありがとうね。あとはズラさん、ケイさん、こんばんは、来てくれてありがとう。寝てる間に気がつくとプレイリストが流しっぱなしになってる、そうそうそう、寝落ちに向いてる声、ありがとう。あれなった、スイさんのお話聞きながら寝ます、ゆっくりお休み。最近夜はほとんど聞いてる、ありがとう。落ち着いた声なので、窓マジで寝落ちしかねないですよね、ありがとう。スイさんの朗読は安眠に最適、嬉しい。私あの配信は、あのループは結構自信ありますね。日中はなかなかね、再生はもちろんされないけど、あれなんか後でこれ喋ろうと思ってたことがあったんだけど忘れちゃったな。とても落ち着く癒し声、うそ、助かる、ありがとう。そう言ってもらえるのすごい嬉しい。読めない、これなんて読むのこれ。メンカ、メンカさん、チャンネル登録ありがとう、助かります。あ、そうそうそう、ツイッターのフォロワー2万人いきました、イエーイ。褒めて、みんな褒めて褒めて。上野さん、こんばんは、来てくれてありがとう。あのツイッターのフォロワーは結構インフルエンサーとしては大事なこう数字だからさ、嬉しいですね。結構最近は特にあのツイッター登録してくれる人も増えて嬉しいなって思ってます。ライブやれる人は仕事でもお話うまいんですか。まあ私そりゃ受付嬢ですからね。あのあーとかえーとかってあのロジックで語ると不要語って言って、あれ何の意味があるかというと発言権の保留なんですよね。という発言権の保留はしなくていいっていう認識を強く持つと結構減っていくと思います。割とコツありますよ、直すの。朗読配信でメンバーとかスパちゃん、あれね、マグロちゃん、あのこっちの枠でやってもさ、メンバーって共通だから向こうでも反映されるのよ。あ、さたなみさん、ありがとう。逆にツイッターのフォロワーがまだ2万だったのかと地味に驚いております。ツイッターのフォロワーなかなか伸びないからね。すごいでしょ、いいでしょ。ウェルとか使えなくなるの、別に使ってもいいですけどね。ロジカルな受付嬢がいたら怖い。まあ私趣味だからね。あの、もともと結構、あの、統計学とか、マーケティングとか、リサーチとかに興味があったから、だからできてるって感じかな。息子さん、こんばんは。来てくれてありがとう。あとは、青月リマちゃん。え、待って。蘭月って読むの、それもしかして。蘭月リマちゃん、こんばんは、来てくれてありがとう。ちょっと調べるわ、リマちゃんのこともちょっと。愛、愛、月、リマちゃん。え？リマひらがなか。出た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 。パワプロにハマったオオカミ。お探しの部位で間違いございません。よかった、会ってて。もちろん覚えてますとも。サイレンやってるじゃん。
私サイレンこの間耐久配信で全クリしたんだよ。褒めてリマちゃん。スイさん新人 V 全員フォローしてるんじゃないかってくらい見つけるの早い。いやめちゃめちゃ頑張ってるんだけどさ、追いつかないのよ。それぐらい多くて、今度ロジカルの極みみたいな女性と転職の面接するんですが怖くて仕方ない。なんで怖いの？タイピング絶対早いよね。タイピングなんてもう早ければ早いほど効率的ですからね。やったらやっただけ返ってくるスキルの一つかなと思いますね。朗読や演技って動画での投稿か配信だったら配信の方がいいと思いますか？え、動画だと思う。絶対動画の方がいいと思う。あんまり演技とか朗読で配信でやるメリットが考えられないね。ループだったらまた別だけど。そうでしょ、リマちゃんすごいでしょ。もっと褒めていいんだよ私のこと。VTuber はだいたい1年ぐらいで半分ぐらい減るからね。スイさんはタイピングどのぐらいできますか？寿司だの上級で2万2000ぐらい。寿司だの上級で2万1000か2万2000ぐらいかな確か。スイお姉ちゃんのパワプロからもうパワプロにはまりまくってしまった。楽しいですよね。栄冠ナイン最近やってるんですけど、すごい面白いです。スケジュールって希望してなるんですか？あれ希望ですね。割とあれですよ、希望通ることありますよ。受付嬢に限らずね。あ、朗読の動画でなるけまさん増やしたい気持ちめちゃめちゃあるんですけど、全然時間が取れなくて、また時間が取れたら増やそうかなと思ってます。みけちゃん初見さん来てくれてありがとう。 VTuber の川崎スイと申します。みけさん今日はどうやって私のことを見つけてくださったんですか？そう、サイレンはね22時間やりましたね。けいちゃん登録者5万人ありがとうございます。スーパーチャーありがとう。ナイス紫スパーありがとう。いいんですかそんなにもらっちゃって。配信に活用させていただきますね。ビトゲンシュタインは聞いたことないです、ごめんなさい。ちょっとかじってるぐらいですね私は。 VTuber が引退する理由は再生されないからか、お金が稼げないからなのか。だいたいねやっぱ理想と現実のギャップでやめちゃうので、なんかね頑張ってさ3時間とか配信しんどい思いしてやって、その割にさ5人しか見に来ないとかなった時にさ、なんか自分のしんどさと原因がさ釣り合ってないって感じちゃうんだよね。それでやめちゃう人が多い気がする。逆にしんどくても再生がめちゃめちゃ回ってるとかだったら割とね続けれるような気がしますね。日報に書くのは売上買い上げ減価償却によるこちらの損失経年劣化によるものも上記に含み以上で報告とする。はい、 OK。 サムネを見て気になって思わずコメントしてしまいました。え、嬉しい、ありがとう。みげちゃんは普段は VTuber さんの配信はよくご覧になるんですか？運営費ペイできなくなったらやめるよね普通に。え、そんなこと言ったら大半できてないけど、私もみだりんもあと千夜一夜さんとか全員赤ですけどね。真っ赤っかだよ。7桁赤ですね。だから運営費のペイというよりはなんかかけてるコースに対して返ってきてるものが、別にお金以外でもいいんだけど、ちゃんと返ってきてるかどうかっていうところかな。うん、大丈夫です。ご活躍応援します。ありがとう、嬉しい。これからもよろしくね、けいちゃん。心が折れちゃうぴ。本当にそうだよね。ギャップな心が折れるんだよね、みんな。そうなの、そうなの。だからもっとさ、例えばだけど、宇佐田ペコラちゃんとかさ、宝生マリンさんとかの配信を見て、憧れて VTuber をやるわけ、みんな。そうするとさ、コメントもらえるのが当たり前って思っちゃうんだよね。けど実際はやってみるとコメントはほぼ来ないっていうのが普通の話で、しかもお金かけないと特にね。かといって改善する策も浮かばないし、どうしたらいいか分かんないからやめちゃうって感じかな。お忙しいから仕方ない。ごめんね、なるけまさん。絶対増やすから。このシナリオ読みたいってやつはまだあるので。
いつか紹介していきたいなと思ってますが、最近ちょっとやっぱコンサルの仕事の方が忙しかったですからね。自分はゲーム配信が主で動画はほぼ上げていないのですが、やはり配信者としても何かしら動画を出した方がいいのでしょうか。その質問に回答するには、まずあなたのチャンネルのバリューが何ですかっていうところを考えるところからスタートで、カルガミちゃんの魅力が生きるのがどっちかなんですよね。それが配信だったら配信をした方がいいし、動画の方が伝わるんだったら動画の方がいいですねっていう感じだと思います。誰かに提供したい自分の価値があって、 VTuber も YouTube も全部手段の話だから、自分の伝えたい価値をどういう媒体で届けたらうまくいくのかっていうところから逆算して考えていくといいと思います。キーボード入力で毎日打つのですが面倒、コピペですね。何をするにもお金がかかっちゃいますよ。本当にそう。ピクシブ百科事典のスイさんの項目を外出した、見てみようかな。じゃあピクシブ川崎スイいた、あ、めちゃめちゃ書いてる。この交友関係の少なさがすごいよね。これ本当はもっといるじゃん、私よくコラボする人。 VTuber 向けのコンサルタント業を行っているのか、え、面白い、ありがとう。600万広告費とか水産だけかと思ったの。600万はないけど、みだりんとか、みだりんも千夜一夜さんもトータルで確かね300は使ってたと思いますよ。うん、それぐらいは結構今普通にありえますね。ちょっと人見知りで会話するのが苦手ですみません。じゃあみけちゃん、私とここで会話の練習できるね。しんどくてもずっとやっていたらいつかは見てくれる人は増えていくのになぜやめるのか。面白い動画を提供してからライブを始めるのか、最初からライブを VTuber みたいにずっとするのか、どっちの方がいいのか。まずね、なんかただやってたら伸びるっていうのはまず幻想なので忘れた方がいいですね。まず面白いコンテンツがあって、それを適切なプロモーションをして伸ばすっていう感じになるから、なんとなくやってても伸びないですね。でライブか動画かはやっぱ人のスタイルとか魅力によって違うから、自分の魅力が伝わりやすい方を選んだらいいかなと思います。クロセイさん、ファンボックス超助かる。ファンボックスさ、私一時さ4ヶ月5ヶ月前は47人ぐらい加入者いたんですけど、最近もうだいぶ減っちゃって37人ぐらいかな今なってるから、なんかねチャンネル登録者が増えていくのと反面ですね、ファンボックスはすごい減ってたので、加入してくれるとすごい嬉しいです。理想と現実のギャップ、みゃおちゃんは別に感じてなさそうだよね。同節ゼロとか全然余裕にありますね。ホロライブに憧れるものの、あれは頂点の中の頂点であることを忘れてしまいがち。みんなね、あれがスタンダードだと思っちゃうんだよね。コンサル始まった。とても面白くためになります。あれで PC 閉じられないな。えい、このままお風呂入っていきます。えらい。配信つけっぱにできてえらい。皆さんは今どんな話をされてるんですか？結構いろんな話が飛び交ってますね。私いろんな話をちょっとずつさらっていってるから、なんか私 VTuber のコンサルとかアナリストをしているので、最近の VTuber 業界とかの話をすることが多いかな。ミカさんはなんか VTuber とこんな話してみたいとかないですか？努力こと正義でもないのか。努力は正しい方向にして初めて努力だから、間違った方向に努力するとあれですからね、ゴールから遠ざかっちゃいますからね。書かない方が無難だと判断しました。なるほどね。何かあると検索かけてサイトに飛ぶ頃流れ好きです。楽しいよね。正直ホラゲの下りは若干悪ノリ入った時間があります。え、いいんじゃない、なんでも。こんな UGC って言うんだけど、ユーザーがジェネレーテッドするコンテンツは別になんか私がどうこう言うことないと思いますからね。グジンちゃんこんばんは、来てくれてありがとう。
ニコニコで生き残った人が今生き残ってるか。大手はそうですね、ビッグフォーとかね。川崎さんは登録者1万になるまでどれぐらいかかりましたか。4ヶ月で1000人いって、3ヶ月で1万人ぐらいかな。チャンネル、いや違う違う、3ヶ月1000人いって、3ヶ月ぐらいで3000までいって、半年で1万人ぐらいかな。で、広告はもうバチバチに使ってましたよ。チャンネル登録者2800人ぐらいの時から広告使い始めましたね。最近人気なゲームをやったり、まだ人気ではないけどちょっと注目されてるゲームをやったりとか、あ、情報のね、なんて言うんだろう、即時性はすっごい大事。世の中のトレンドをつかむ力がすごい求められますね。 Oh my, I just noticed Sui san has ear links or those are part of her glasses. I just noticed Sui san has ear links or those are part of her glasses. This is glass chain, glass chain, glasses chain, not earring.あ、まひるちゃんこんばんは。まひるちゃんめちゃめちゃお久しぶりじゃないですか。アシドンちゃんこんばんは。来てくれてありがとう。あとはモスコスさんこんばんは。来てくれてありがとう。PS5 買えそう。いいな。あ、ナンバーナインティーンさんこんばんは。来てくれてありがとう。初見すごく嬉しいです。ナンバーナインティーンさんは今日はどうやって私のことを見つけてくださったんですか。スイさんがお悩み相談配信で言ってた間違った努力はゴールから遠ざかるってお話がとても心に残ってる。本当にそうだからね。間違った努力はね、本当に違う方向行っちゃうから、分析に一番時間使った方がいいね。あ、ホロのメンバーってみんなニコニコの人なんだ。へえ、そうなんだ。え、ミケちゃんは V さん初めてなんだ。普段他の V さんとかの配信はご覧にならないんですか。広告は初期からバチバチに使ってたんですね。気合がすごい。戦略考えるとそうなりますね、やっぱり。なんか最近の VTuber さんが伸びていくのに広告は欠かせないと思います。最近よくあるのは、ティザームービーをまず作って、で、ティザームービーをアップロードしてから、1週間後とかに初配信にして、ティザームービーに広告をめちゃめちゃ打って、で、1週間後の初配信に人を集めるっていう、こういう作戦が結構ねオーソドックスになりつつありますね。で、最初からめちゃめちゃお金かけて気合入ってる人は大体広告使ってるイメージありますね。ゲームに疎いんですが、ゲームの最新情報はどうやってリサーチしてますか。そういうサイトで VTuber が何の配信してるかっていうのをサイトで見たりとか、あとはやっぱりお友達のネットワークで知ることが多いかな。若葉ちゃん、やんすけさんこんばんは。来てくれてありがとう。なっちゃんねるさんで見かけた。ありがとう若葉さん、嬉しい。なっちゃんと私すごい仲良しなんだよ。結構ね、ディスコードでお話ししてますね。しばらく潜りながら仕事を片付けているので、そろそろ V ワールドに戻せそう。いいですね。早く戻ってきてもらって。ルーターサイキド、いってらっしゃい。今日2回目、ありがとう。露出するための広告はすごい大事。なんか広告ってショートカットなんですよ。普通は動画の内容がいい、で、動画のスコアが上がる、チャンネルスコアが上がる、そして YouTube がおすすめしてくれるっていうステップなんだけど、今言った工程をお金でカットするっていうのが広告だから全然ありですね。ヒデさんおやすみ、お疲れ様でした。普段アニメは声優さんが好き。ああ、私ね、 VTuber やる前は結構見てたんだけど、 V になってからね、やっぱ時間がなくて見れなくなっちゃったので、最近はあんまり見てないんだよね、ごめんね。ミケさん、 V さんは切り抜きとかも含めて見ないんですか。新人 V に向けての動画を見漁っておりましたところ、ものすごく分かりやすく、いくつか配信にも顔を出したいと思っておりました。嬉しい、ありがとう。いつから見てくれてるの、ナンバーナインティーンさん。バラコーさんこんばんは、来てくれてありがとう。登録者を
増やすことにフォーカスして1万人を目標にやってたんですが、いざ達成してみるとあまり嬉しくありませんでした。なぜなのか。そんなの答えは一つですよ。登録者1000人が目標って言ってさ、1000人いくじゃん。ゴールかと思いきや、1000人はスタートっていうことに気づくわけ。だって1000人よりすごい人が山ほどいるので、あれ？私全然これゴールじゃないじゃんってなるわけ。で、次の目標をチャンネル登録者1万人にするでしょ？そしたら1万人に行くでしょ？そしたら気づくわけ。あれ？チャンネル登録1万人以上の人山ほどいるし、これもしかしたらスタートじゃない？ってことに気づくわけ。だからね、全く満足しないです。もう一生ですね、多分チャンネル登録10万いっても同じことになってると思うので、別になんか達成感とかはあまりないと思いますよ、きっと。たこやしさん、あとはらくらくさん、こんばんは。来てくれてありがとう。お声も褒めていただいてすごく嬉しいです。つばめさん、おやすみ、お疲れ様。アーカイブ残しますか？残すよ。ちょっとわかるな。そうなんだ。みけちゃんは普段 YouTube でどんなもの見てるの？じゃあどう呼べばいいですか？すいさん、すいねえ、すいちゃん、このあたりですね。だいたいこの3つの、呼び方が多いかなと思います。銀盾はまあ1個の満足感あると思いますけど、だからこその10万人目標ですね。とはいえ全然多分満足しないと思いますよ、きっと。そしてコスプレチャンネルさん見てみよう。コスプレチャンネルあった。あ、ごめんごめんごめん。ほんとコスプレチャンネル、行ってるチャンネル登録者1万人、すごいね。これどういうコンセプトのチャンネルなんだろう。ご自身で撮られたやつなのかな。 YouTube からおめでとうメールが届く。届くんだよね。あ、え、昨日ですかと超えたの。おめでとう。いや、3日前か。おめでとうございます。まさにゴールのないマラソン。まさしくそんな感じだよね。自己啓発セミナーまあ別にできるとは思いますけどね、やれって言われたら。あのチャンネル登録者10万人いったら、私目標はもうすでにあって、ちょっと待ってね。私チャンネル登録者10万人っていうのも、あの目標から逆算して立ててやって、あのね、トップ VTuber バースに入りたいっていう、これが私の真の目標なんですよ。っていうのはどういうことかというと、 V スポさんとかナナシさんとか、あとはあ、出てこない出てこない、うわー、出てこない。ちょっと待って、 VTuber リストを見よう。あそこ名前なんだっけ。まあ、例えば青切りとか、あとはそのドットライブとか、そのノリプロだ、ノリプロ、ノリプロとか、そういう VTuber のトップバースに入りたいっていうのが私の真の目標なんですよね。なのでそこに行くためにはチャンネル登録者10万人はいるよねっていうのが、あのその1個下の目標です。なので私の最後の目標は VTuber のトップバースの中に入りたいっていう、それですね。スイスイもおすすめ。スイスイはあれね、なっちゃんが呼んでるやつね。だからチャンネル登録者が10万人になったらですね、私は今度はそういう方向性のコラボができるようにっていう立ち回りをすると思います。もしくはそれまで私、川崎スイ 3.0 ではですね、VTuber と VTuber をつなぐ架け橋になるっていうところをこうチャンネルのテーマにするんだけど、5万人以降はね。あら、ダークネスさん、スーパーチャットありがとう。 Thank you。 その行為は続けるかもね。あの中規模中堅 VTuber の取りまとめ役っていうムーブは引き続きするかも。3ヶ月ほど前に見てくれたんだ。ナンバーナインティーンさん、ありがとう。また今後もやるから見てね。いっぱいいろいろ身になる話が聞けてよき。よかった。なんか聞きたいことだったら聞いてね。カザイロさん、あとはゆるけさん、こんばんは。あとはダークネスさんもこんばんは。来てくれてありがとう。中堅 VTuber バースは5万から10万に行くまでの手法が中堅 VTuber バースですね。
トップバウスに入りたい、入りたいとは、なんか、まあ、コラボが基本はそうなんだけど、なんかあのトップ VTuber バースの人がなんかやるってなった時に候補の中に私が入るっていうのがまず一個のゴールですね。川崎水産誘うってなることがゴールかな。イベントとか MV とかアニメを見てる子とか、へえ、お笑いも好き。お笑いってさ、見たら無限に見ちゃうよね。私ね、一時ね、名前出てこない。ジャルジャルさんのチャンネルめちゃめちゃ見てましたね。お風呂入りながらとか、一生見ちゃう。個人のトップバースは15万から20万。個人 VTuber だったら、なんか個人 VTuber ってトップ層はもう個人 VTuber っていう枠じゃないんですよね。個人 VTuber のトップ層はもう企業に絡んでいくので、なんかあんまりこう個人だけの塊ってないかも。でも個人だったらやっぱり15万から20万ぐらいがね、確かにね、超トップだと思いますね。個人で15万前後あるともう普通にこう有名、大手 V って言っていいと思う。大手の VTuber って言っていいと思いますね。ケイビさん、はい。Thank you for coming。 純粋な個人のトップですか？なんだろう、桜コロミンさんをもし除外するのであれば天塚ウトさんとかじゃない？天塚ウトちゃん個人でしょ？チャンネル登録60万人いるからね今。ウトちゃんって今活動してないの？うっそ。なんで？ウトちゃん動画最後に出したのめちゃめちゃ前だね。ツイートも6月30最後にやってない。なんでなんだろう。あ、一身上の都合によりもう少し配信お休みするって書いてある。へえ。声優のお仕事などもいただいてって書いてある。そうなんだ。元企業勢、転生などを除いた純粋な個人部位の中では全然トップじゃないですね。それで言うと天塚ウトさんもそうだし、そうだね、多分アンニミルさんも多分トップそうだし、あとはバーチャルおばあちゃんもそうでしょ、名取さなさんとか、あとはね、泊まりまりちゃんもそうだし、イラストレーター入れていいんだったらディープブリザードさんとかヤキマイルさんとか。私なんて全然、やば、シトウナナさん、嘘、やっ、これ偽物じゃない？だって本物のシトウナナさんこんなとこ来るはずないもん。あ、びっくりした、これ偽物でしょさすがに。心臓止まりかけました。あの、シトウナナさん私めちゃめちゃ好きなんだよね、いっぱい見てて。あの7点の配信見てるとさ、関連で真相組とあと奈々様の配信すごい上がってくるからいっぱい見てたんだけど、いやまさか。パインサワーうまい、この人本物のフリするのうまいですね。これはいや、そんなみんなだって奈々さん本物さんですね。嘘でしょ、嘘じゃん。やば、私、シトウナナさん、私の配信来たよって、いきり倒そう、周りの人に。やった。本物なの？嘘？嬉しい。買い持ちさん、シトウナナさん、こんばんは。来てくれてありがとうございます。あと、今日は配信もうそろそろ終わろうかなと思ってましたが、シトウナナさんが来た興奮でですね、もうちょっとやります。嘘？本物？やば！やばい、現実ですかこれ。奈々さん、めちゃめちゃファンです。めちゃめちゃファンです。7点とのコラボのやつとか聞いてます。あと奈々さんの動画もいっぱい見てます。嬉しいな。この前何だったっけな、そう、私がですね、600万円使いましたの動画を出して、で、紫藤奈々さんがそれを引用リツイートで紹介してくれたんですよ。
スイさん限界オタクみたいでおもろくて好き。いやー、私がナナさん好きですからね。だってナナさん、自分の好きな人が自分の配信来たらこういう反応になりませんか。いや、ファンですとしか言えなくない。ナナさん、あの、今度私のラジオ出てください。私スイラジっていうラジオやってるんですけど、あの、配信でね、配信でやってるんですけど、出てください。いや、ナナさんにこのスイラジ出てくださいって言うか言うまいかが、もうなんか鼻の下ぐらいまで来てて、顎ぐらいまで来てて、限界のところでも私がちょっとまだ言うのは失礼かなと思って、いいよって言われたわ。いいよって言われた。みんなやば、え、スイラジ出てくれるって嘘でしょ。みんなこれちょっとキャプチャー撮っといてね。これやばすぎる。いいよって言われた。やった、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっと DM します。ありがとうございます。やば、いや、もう顎ぐらいまで来てたよ、もう。やばい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 。みんなそうですよ。今ここに VTuber さんいると思いますけれども、自分の好きな VTuber さんが自分の配信にコメントで来た時のこと想像してみてよ。ちょっとやばくない、それは。 Welcome back たける。ファンの VTuber が自分の配信に来るって妄想はするけど、実現してるのは初めて見た。ちょいちょい叶ってる人いるよね。現地取れちゃったわ。みけちゃん、ありがとう。おやすみ。いやー、なんか VTuber やってるといいことありますね。だってナナさん数字めちゃめちゃ持ってるんだもん。誘いづらいよやっぱり。みんなさ、紫藤ナナさん知ってますか。紫藤ナナさん知ってます。どれぐらいの人が知ってるんだろう。スイさん、万が一来たら多分緊張で無言になる。あのアビスちゃんの配信行った時そんな感じだったもんね。人によっては泣きだ。そうなのよね。なんか真の推しが来たらさ、泣き出すもんね。わかる、泣いてる人いると思う。よそでお手本のような限界化の現場にいたことがある。たまにありますよね。なんか私もそう言ってもらえるような、あの、嬉しいね。川崎水さんが来たって言ってもらえるのはすごい嬉しいです。たまに行きますけど、結構いろんな人のとこ行きますね、私は。遊びに、なんか喜んでくれたら嬉しいなっていう思いもありつつで。あ、ゆのちゃん収録今から頑張ってね。喉に無理させたらダメだよ。言える力も大事。確かにね。お名前を存じております。巡りすぎてお見かけしたことがあります。いや、ナナさん本当に綺麗だし、ナナさん顔出しされてるんですけど、V さんもされつつ顔出しもしてるんだけど、すごい綺麗だし、素敵な方ですね。めちゃめちゃ今日、よかった、今日この時間まで配信やって。あ、そう、それとですね、今日ちょっと一個思い出したんだけど、あの、アンケートを取りたいやつがあって、あの、私のことをどうやって知りましたかっていうアンケート取りたかったのよ、久しぶりに。ちょっとやらして。ことどこで知りましたか。 YouTube で見つけた。Twitter で見つけた。で、あと何があったっけ。 YouTube、Twitter、 YouTube のおすすめでかな。 YouTube のおすすめで見た、ツイッターで見つけた、コラボで知った、あとは友達のおすすめ。これぐらいかな。知るルートってそれぐらいだよね。600万円とかし、そうです、ナナ様600万円とかしの女です。めちゃめちゃ認知されててすっごい嬉しいんだけど、超テンション上がってきた。ということで、はい、アルトゥロさん、ハロー、サンキューフォーカミング、アルトゥロ。あと、マダラさん、こんばんは。来てくれてありがとう。緑か紫、ちょっと待って。ナナさん、嘘でしょ？これ緑軸なんだけど、本当に。本当に緑軸なんだけど。あ、これなんか該当しない人はもう、あの、押さなくて大丈夫です。
そんなことわかるの、ナナ様。え、キーボードオタクですか、もしかして。ナナ様って呼んでいいですか、そして。何が知りたいかっていうと、コラボで知った比率が知りたくて、前回ね、3割5分ぐらい、35% ぐらいがコラボで知った人だったんですよ。だから、やっぱコラボ大事だなっていうのを数字的に確認したんだけど、今どうかなと思って。いいよって言われた。嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。嬉しい。今日、幸せ、生きてて幸せですね。嬉しい。皆さん落ち着いて。いや、落ち着いていられませんよ、こんなの。やったー。自分は YouTube 広告。それは YouTube のおすすめで OK かな。630万の車を15年。車って15年とか組めるの？マックス10年ぐらいじゃない？大体。How did you come to know? 川崎先生。Thank you for translation, はとちゃん。67票。こんなもんかな。いやー、ちょっと喋れないわ。好きな人来たら喋れなくなっちゃうわ、これ。うわ、やっぱりそうなんだ。こういう数字になるんだ。スイさんのことはそれこそ、部員配信者探しの旅を始めた頃に見つけた。どうやって見つけたの、それ。5年以上ありますよ。車のローンってマックスで大体10年ぐらいじゃない？哲郎さんこんばんは。あとはイムジャクさんこんばんは。来てくれてありがとう。某叫ぶすから知った。ミタリンかな。友達の勧め以外。以外？以外ってどういうこと？どれ結局。ライブ配信タグから発見。へえ、そんな珍しいルートあるんだ。ゲームママとのコラボ、そうだよね。さざなみさんはそうだよね。スイさんがアビスチャンネルはほんまコラボ。あ、コラボでいいですよ、しなさん。スイチャリをチームメイトに紹介してもらってから。へぇ。今何票？ 79 票。いいですね。80票。こんなもんですかね。うん。じゃあ、いきますよ。検索でタグからタグへと飛んでいって、ライブ縛りで見てたら見つけた。ライブ縛りでか。へえ。コラボから。やっぱコラボなんだよね。そう、銀行のマイカーロン10年ぐらいでしょ？そうそうそう。知ってる方はメルルちゃん系がほとんど。なるほどね。ワムちゃんもそうなんだ。へえ。企業ふみこ。ああ、企業ふみこね。はい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 。じゃ止めます。85で。はい、比率はYouTube のおすすめが半分ぐらい。コラボが 35%。 さっきさ、私コラボで知ったの 35% ぐらいだったって言ったじゃん。ちょうど今回も 35% なんだけど。いや、だからやっぱさ、コラボって大事なのよ。だってコラボやってなかったらさ、今の3分の2ぐらいってことですよ。やっぱコラボは大事なんですね。やっぱ YouTube でいかにおすすめされるかが大事かっていうのが分かりますね。みんなこれ見てもらったら分かると思うんだけどさ、 Twitter 営業いくら頑張っても 14% にしかならないっていうね、ところなんですよ。だからやっぱ YouTube 君の AI をどう攻略するかっていうのが一番大事だから、 YouTube の AI 攻略、 SEO の対策をしっかりやろうっていう結論になりますね、これ。っていうことです、皆様。アンジーと東和から。へえ、助かる。コラボ大事。そればっかもどうかなって思い始めたけど、それはまず自分のコンテンツがあった上でコラボやる分にはいいですね。なんかコラボしかやらないと、その人のメインのものは何ってなっちゃうから、プッシュしたい自分のコンテンツがまずあって、その上でコラボするのはすごいいいと思います。まずでも自分の核となるものは見つけたいよね。やめたくさんこんばんは。来てくれてありがとう。某 YouTuber さんが V の話で V とは何ぞのことで検索して。へー、面白。白梅さんこんばんは。スーパーチャットありがとう。イエイイエイ。推し2人とコラボしてるって、推し2人って誰？
スイさんにつながるものはついたから。へえー、そうなんだ。スイさんから VTuber にハマった、ありがとう。基本自分で探さない。まあそうだよね、普通はね。普通の人ってあんまり検索とかしない気がする。最初の頃は個人 V ってどんな人おるんやろってなってた頃に動画に広告が流れて、個人でこんな人おる、嬉しい、ありがとう。ライベン、ホーラー、サンキューフォーカメン。レポート書いてる配信がライブ中でおすすめ。あのレポート書いてるやつ、あんなところから入ってくるのってあるんだ。すごいね。作業用って書いてんのにね。さあ、ということで、ちょっとナナ様が来てテンション上がっちゃったから続けちゃったんだけど、今日はそろそろ配信は終わろうかなと思います。皆様本日も、長らくご視聴いただきましてありがとうございました。引き続きね、チャンネル登録者10万人、夢の10万人に向けて川崎水 3.0 頑張っておりますので、なんか個人 V の楽しい世界が見たいなっていう人は私のこと登録しておいて損はないと思っているので、よかったら登録をお願いいたします。あと高評価まだ押してない人はよかったら押していただけるとすごく助かります。今370だから、あと30人足したらね400いきますからね。新しい配信者さん見るきっかけで知ってる配信者さんのところで見た。まあそうだよね。そうだと思う。ということで、皆様本日もありがとうございました。チャンネル登録またの方は絶対登録してください。Please subscribe and don't forget to press good button. Thank you for watching today. It's about time to finish. Have a good Sunday tonight. See you next streaming. Good night. 皆さんありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様でした。おやすみ。